圧勝。はい、今押しました。ライブ配信開始スタート。古賀さん、古賀さんってあの古賀さんの子供ですか？関係なく、関係ないですか？はい、お待たせしました。おかしいな。ね、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ高橋さん、どうぞお願いします。あ、もう始まってる。はい、はい。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は東野さんゲスト。はい、ありがとうございます。土曜日に引き続きじゃないですか。そうですよね。あの、関西で正義の味方っていう番組やってて、うん、で高橋陽一さんからね、もう前々からなんか選挙の時にちょっと一回は行きたいなと思ってて、いや、そのスタッフの人、そうなんですよね。高橋陽一さんは別に誰でもいいんですよ。誰でもいいんですけど、スタッフの方から言われてて、ちょうどこうタイミングよく、うん、今回ちょっと、参議院議員の選挙を先生と一緒に今見て見てましょうってことだね。僕ね、以前だから南海キャンディーズの山ちゃんと、うん、選挙特番を見るっていうなんかニコニコ動画とか、うん、そんなのやってたんですよ、うん、それはまあまあちょっとあの頃はまだ僕も子供だったんで、何でしょうか、日焼けしてでもうなんかこう皮がめくれてる石破さん見て焦げたアンパンマンや言うて、あの言うたら人が受かって泣きながら喜んでる時と悲しんでる顔を見て、わあ引きこもこもえなっていうあの選挙特番をやってたんですけど、うんうん、今回はもうちゃんとしたやつですからはい、あの見て言ってるだけだけどね。そうなんですか、ね、うん、一応 NHK でいいんですね、うん、今ね東京に今いまして NHK 見ながら、うん、ああだこうだ喋っていこうということなんですけど、そうそう、高橋陽一先生、あの、はい、今回の参議院選挙のまあ見どころというかポイント、一応もう見てる方はもうほぼほぼもう言うたら高橋信者の人だし、あの政治選挙マニアの人たちですから分かってると思うけど、一応言ってください。一応ね、あのポイントは何個かあるけどね、うん、やっぱり安全保障が多分今回中心でね、だから選挙の一票を投じるときに、今までね安全保障って基本的に話題にならないでしょ、ならない、ならなかったんだけど、今回ウクライナがあったから、これで安全保障っていうと随分あの、ね、野党と与党は分かれるでしょ、うんうん、だから分かりやすかったんじゃないかな。それで現実派がやっぱり与党が多いんだけど、うん、はい、いやだから野党みんな負けてるよね。負けてるってことはちょっと理想主義はなかなか難しいのかなと。なんかなんとなく選挙の一票を入れるときに、うん、やっぱり普通の人で言うと、うん、なんか経済とか、なんかいつはパンの値段が上がったとか、うん、バターの値段が上がったで、うん、これは許されへんとか言って一票じゃないですか。それが普通なんだよ。だから今回もそれが多いんだけどね、うん、でもね、それ以外の人がちょっとかなりいたっていうんじゃないの、うん、だからあのそういうのが結構影響をして、はい、うん、あの与党がこんだけ勝つっていうのはね、だからもうおそらく自民公明の与党は過半数取るし、自民公明そして維新で国民民主で、憲法改正の必要な3分の2、うん、これ行く、うん、あと問題はあれですよね、よく言われてたのが第一野党が立憲民主か、ね、あの維新、そうね、今のところ多分立憲だと思うけれど、あら、まあ、あのただ比例票はどうなるかね、あの要するにあの多分、ね、議席数は多分、立憲だと思いますけどね、うんうんうん、でも分からんよね、こういう状況になってくると。だただね、やっぱりいやもう早速先生あれだから、ね、三原淳子さんがあれ言ってんじゃん、はい、ほらテレビ言ったじゃん、 NHK が当確出たらやるって言ったじゃん、 そうですその通りじゃない、そうですよNHK が先に2分3分前に三原淳子さん当確ってなったらやると、上下白で、登場してそうそうそう、だからここはあのちょっと嫌な言い方しますけど、今見てふと思ったんが、うん、お辞儀してるんですよ。普通だったらこう万歳するけど、やっぱそこは安倍さんもお亡くなりになって、あんまり万歳っていうムードじゃないんですか、ね、そこはあんまり配慮するっていうことですよね、うん、青山茂さんも重原さんも通ったじゃん。青山さんはなんかその、政治評論家ですか、うん、なんか言ったら口説き落とされて、そうそうそう、あの政治家にならないって言ってたけども、一回だけ参議院で、うん、あの自分の身を、ね、日本のために頑張るって言って立候補して通って、うんうん、ほんで終わったからまた普通の生活戻るかなと思ったら、もう一度、うん、あ片山さんも出るじゃん片山さんも通ったでよ、片山さんも通ったああ地味さんっていうのはあのね、はい、あの医師会の方の地味さんのねご主人ね、あの娘さんだったかな、これうん、そう通っててね、随分通ってるね。片山さんなんかはね、あれだよ、はい、あの
片山さつきさん、さつきさんはもう多分楽勝っていう、うん、絶対通るってことだったんだと思うよ。実は明日ある番組で一緒にセッティングされてるもん。私片山さつきさんで僕が知ってる限りは、うん、あの女性で初めてなんかこう主刑官ですよね、うん、防衛ね。だから言うたらいろんなあの人たちにその言うたらなんか、外務省とかいろんな、国土交通省とか経産省にお金のやり合いをする、うん、そのトップの立場ってことでしょ。そうそう、あ、まあね、主刑官って分かれてるんだけど、彼女やったのは防衛、防衛省のやつ、うん、それは、うん、先生から見てその片山さつきさんってその防衛省となんかこうやって切ったはったでやるには向いてる性格なんですか、どうなんですか。まあ、それは向いてるからさせたんだろうけど、うん、まあ、ただ主刑官の中で防衛省は一番結構楽は楽だ。俺は正義の味方でも言ったけどさ、うんうん、防衛省の会計会長って財務省のやつでしょ。そうです、要求するやつも財務省、うん、だからそれは大体わかるじゃん。だから防衛省としてはたくさんお金が欲しい、でもその財務省からの言うたら出向で防衛省の担当になって、防衛省の職員だよ。職員で、それで防衛省の予算を作る人が会計課長だけど、うん、それは財務省の人間がやってるっていう、ということは財務省同士でやってるんだよ、話し合って、うん、予算のことを話し合ってるから戦ってるようで実は戦ってないと。まあそうでしょ、最初から決まってると。まあだってはっきり言えばあれでしょ、会計課長でそこでね、うん、本当に跳ねて本当に予算が作れなくなっちゃったらそいつ多分財務省に戻れないよね。だからそれだから お互いに分かってる人がやってるからって。そんな、それは質問です、うん、財務省はそのまあ防衛省もそうですけど出向で国土交通省とか経産省とかもう全部行って、うん、そのお金のやり取りは財務省と財務省の出向の人がやってるんですか。違う違う、防衛省だけ。そうだ、それはそうだよ。なんで防衛省だけなんですか。うん、それはあの歴史的なあの経緯っていうかね、か防衛省って植民地みたいなところで、昔は事務次官もずっと大蔵省の人だった。防衛省の事務次官は昔は大蔵省から出向した人が事務次官。じゃあもう完全に大蔵省の子会社みたいじゃないですか。そうだよ、そうだよ。それをこの間さ、正義の言い方でちょっとバラしたんだけどさ、それはだからってみんな思ったかもしれない。いや、それは確かにちょっとね、うん、お互いの、うん、まあまあ言うたら防衛省のトップと、うん、財務省のトップじゃないけどそこで話し合って予算分取るって思うじゃないですか。東山さんのギャラっていうのは、うん、吉本です、うん、その吉本とでもギャラを交渉するんだってテレビ局かなんか、ね、吉本興業とテレビ局が交渉して、うん、で僕は吉本興業と交渉してっていうところです、うん、その時にあ言ってみるとね、それがねテレビ局の人が吉本興業をやってて、はい、どうなるかって感じで、テレビ局の人が吉本興業の、うん、交渉したらどうなる。なるほどなるほど、じゃあ、うん、ちょっと多めにもらいます。テレビ局の人だったから少なめになるに決まってんじゃん、はい、少なめになるんですかね。うん、そうか、最近なんかギャラのことにいろいろうるさいですね。いやあえて分かりやすく言っただけ。そうですか、うん、それはだからあのね、テレビ局の人がね、うん、吉本興業の会計課長をしててね、うん、テレビ局とギャラ交渉してたらちょっと変だと思うでしょ。まあ、確かに変ですし、うん、なあ、まあちょっと言うたら出来レースであり、うん、ちょっと裏切り者感はあるんですけど、実は世の中そういうことになってるって、そうそうそう、我々が知らないだけでっていうことでしょ、うん、あのだから防衛省もそうなんだけど、あとね、はい、もう一個ね、宮内庁もそうなんだよ。宮内庁の予算っていつも低いじゃない。低い、私変に思ってるんだけど、あれはね、要するに宮内、いや、わかんない、ちょっと待って、俺宮内庁の予算がいくらかも分からへんし、ね、例えばね、秋篠宮いるでしょ、はい、あれで年間ね3000万か4000万だよ、秋篠宮家での秋篠宮さんはね、はい、そのぐらいしかもらってないよ。だからあれ、うん、無理だよね、結構ね、俺思うんだけど、やっぱりね、だってああいうところだったら、だって1億以上もなんていろんな人が来ていろんなことやんなきゃいけないじゃない、うんうん、俺無理だよ、うんうんうん、あれさ3000万4000万なんて言ったらさ、普通の人は高いかもしれないけど、お付き合いする人の範囲ってこと全然違うじゃん。ただ世の中でいろんな人の意見があるから、うん、その秋篠宮家は、うん、年間いくらもらってるって表だって出るじゃないですか、うん、その時になかなかみんなが納得する金額とかやっぱむずかしくないですか。でもあれはね、あんまり外に言ってないからみんな知らないはずだよ。私結構言うとね、みんな結構驚くしてこいよね、そんな少ないですかってね。でそれで品位を保てるなんて難しいじゃない。でもそういう役所もあるの。難しいですね、うん、お金と品位、うん、なるほど
ね。だから ある程度ねお金あげないとね、うんうんうん、私思うんだから、やっぱりね、あのなんていうか予算要求の人はその専門の人がやった方がいいよ、うんうんうん、だって防衛省の防衛省の専門家が本当にこんだけ必要なんですって言ったら分かりやすいじゃん、うんうんうん、そうじゃない人がいて素人みたいな人がいてやっちゃいかんでしょ。まあそうね、そう俺は思うよ、思うよ。いやだから俺ね今日今回、うん、あのいや朝日新聞撮ってるんですよね。おうおうおう、申し訳ございません。いやいや朝日新聞は今度安倍さんではひどいこと言ってたな。なんかまだなか盛りかけが真相解明してないのか、前で書いてました。いやただこれだけ言わせてください、うんうんうん、銀行振込み何度もせえって言われてますけど朝日新聞は嘘を書いてるらしいから、あの集金しか僕は無理ですって一応言ってます。わかりました。こっちも負けてませんからそうですいやこれね、新聞っていや取らないっていうの一つ言ってたけど、野菜とかやっぱね、こう白菜とか大根とか進む時とか、もうあの私はね便利ですよ。新聞ねもうね30年近く取ってないんだけど、新聞、ね、便利ですよ。便利してるよ。だからあれはおしっこマットってうちの犬がいるからおしっこマット、おしっこをする時にアマゾンで買うと朝日新聞ばっかり来てたよあれ吸収は良かった。ほんで今回ちょっとこう、あこれだから出るからこういう風に、9つのと9党の公約みたいなのがね、おうおう、自民、立憲、公明、維新、共産、国民、令和、社民、N 党ってね、あったから、ちょっと先生にせっかくやから、どうせこれは、おそらくこの結果はそんなに大したこともないし、すごい人がちょっと画面に出たら、ちょっとね、するぐらいで、ちょっと聞きたいことも山のようにあるんですよ。どれから聞こうかな。共産党。でも共産党だからね、よくこの正義の味方っていう番組で、うん、高橋陽一先生も藤井先生もそうなんですけれども、うん、やっぱ消費税を減税した方がいいと、うん、現在 10% で、うん、軽減税率で 8% じゃないですか、うん、だからそれはちょっとあまりにも高すぎるし、うん、言うたら今は円安だ、うん、円安で今普通のテレビ番組のニュースって見てると、うん、庶民は困ってるっていうふうに言ってるけど、うん、先生曰くでも大企業輸出がメインの大企業は儲かってるし、うん、円安はね、うん、でその儲かった分の法人税ちょっとを使って消費税減税できますよ、うん、みたいな言ってたじゃないですか、うん、でも自民党とか公明党はちょっとダメだし言ってたし、うん、あの自民党の幹事長も消費税減税したらあと年金とかもらえないよみたいなこと言ったの。あれだっけ、なんだっけ、茂木さんね、はい、まあ、あれ完全に財務省のポチだよ。あの全くロジック一緒で、ロジック一緒っていうかもうそのまま口パクだからね。それはポチ、それですよくね先生方ね、なんか財務省のポチだって言うけど、うん、別にポチでもいいじゃないかと、正しくでもと思うでしょ。いやそのポチって思ってるのかね、ベロハハ出して、うん、なんかもらってるんじゃなくて、うん、財務省の方からこうですよってレクチャー受けて、うん、本当にそう思ってて言ってるわけですか。まあそれはね、例えばね、あのその消費税が社会保障目的税っていうのは、まあ、事実なんだけどね、うん、だからそれをマスコミも全部そういう社会保障目的税だから消費税減税すると社会保障は減りますよって言うんだよ、うんうんうん、それはだからさ今の制度から見たら、まあ、あの正しいといえば正しいんだよね。あ、じゃあ正しいじゃないですか。ただ私なんかもともとの社会保障目的税にしてるのが間違いだって言ってる。うんうん、だからそれは論拠簡単で、もうちょっとだけ分かりやすく言ってもらっていいですか。だってさ、社会保障目的税してると国ってないんだもん、日本しか。じゃあ他の国どうやってやってるかっていう と、うん、消費税を社会保障に当てるんじゃなくて、はい、何を当てるかっていうと保険料なんで。あ、なるほど。単純に言えばそれだけなんで、保険料を与えるから、そのお金で社会保障やる、それが普通なの。だからそれ保険料を無駄ないで消費税に変えてるってこと自体、実はほとんど私から思うと間違いを日本はずっと続けてるってことなの。日本だけ、韓国とか違う、いや他のところに絶対ない。それは、ね、それはあの消費税っていう形にすると、だって自分がいくらお金払ったっていうのと無駄を社会保障との間は不明確になるじゃない。分かんない、分かんない。それはっきり言って国民を騙すための制度だよ。だから世界ではそういうことしない。それはちょっと話長くなりますけど、うん、その消費税作る時にその時の国会議員、政治家とか、うん、内閣の方が考えたのか、当時の大蔵省の方が考えてこういうふうな、うん、説明でやっていこうって、どうなんですか。いい質問ですねって言いたくなっちゃうけどさ、いい質問。いやいや、あのね、一番最初作った時には私と同じで社会保障目的税じゃなかったの。高橋陽一先生が大蔵省にいてる時には違ってたの。その時は高橋先生は
あの消費税は賛成やったんですか。消費税は普通のなんていうかな一般税としては別にあのそんな悪い税じゃないからそれはそれでいいとは言った。それででもねこれはね2000年ぐらいの時にねガラッと大蔵省は変えたんだよ。なんでですか。それ不純だから。どういう動機かというとこのままだと消費増税はできにくい、だから社会保障を人質に当てようと。だからあの山は動いたってね土井孝子さんが昔、うん、言っててだから消費税増税するって自民党が言った時に自民党大敗したじゃないですか、うん、そうそうそう。だからやっぱ消費税を上げると選挙で負けるからから社会保障を人質に取れば上げられると。これから日本高齢化社会だからどうなっても知りませんよってことでしょ。だからそれ高齢化社会になったら社会保険料が上がるっていうのは普通なんだよね、うん、社会保険料が上がると要するにそれとのそれ普通に社会保障と同じように上がるから、うんうん、それが普通の制度だね。その時に社会保険料このままでいいんですかって普通は議論するんだよ、はい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 、全然議論ないじゃない、うんうん、消費税は消費税でやっちゃってて、はい、だからそこはもうあの世界でまれにもうこんな制度ないくらいにリンクしない社会保障とリンクあのするのは本当は保険料って分かりやすいやつにするべきなのに、はい、消費税をリンクさせてるように今財務省言ってるんだよ、うんうんうん、で本当に言うとすごくリンクもしてないんだけどね。これだからすごく都合よくて増税するときにリンクしてるっつって使うときは結構リンクしないような変な制度にしてるんだよ。だからこれはなぜかっていうとこんなデタラメ制度作ったからなんで。だから私なんかだから社会保障保険料を見たく完全にリンクするやつで十分だと思うし、それで世界やってるから、うん、すっごくおかしい。消費税変な風な使い方をしてるな。それは先生だから財務省離れてそういう風に、ね、公なことで言ってるじゃないですか、うん、でそれ言うことによってその今財務省の官僚の人たちの中でもまあ反対な人もいれば、いや実はその通りですってこうこっそり言ってくる方もいらっしゃるんですか。あの表だったらいないけど、だってねこのね消費税が社会保障目的税ではないっていう、うん、私言ってるでしょ、うん、これは財務省の公式文書にちゃんと載ってるんだよ。なるほどね、うん、私そう昔はだからそういう真面目なことやってたから、はいはいはい、で途中から不純なやつがいてそれでその後マスコミ全部騙されたっていうのが今だよ。だから私はそのね騙された20年前の話を今してるわけで、その共産党の今回のね公約なんですけど、消費税を直ちに 5% に減税する、法人税率を現在の 23.2% から中小企業を除いて安倍政権以前の 28% に戻す、所得税住民税の最高税率を現行の55から65に引き上げるっていう風なことなんですけど、でもどっちかっていうと消費税だけ正しいけど法人税を上げるのは間違いだよね。なんでですか。だって私は結構簡単なんだけど、うん、なんで法人税払ってるかっていうと、法人税っていうのは実は企業の人から見ると給与で払ってるわけね、はいはい、それで残ったお金っていうのは配当っていうのでまた人に行くわけ、うんうんうん、でも法人税っていらないんだよ基本的に。で一番最後の給料のところと配当のところをもらえる人で全部課税する終わるじゃない。だからこれ法人税って二重課税の典型なんだよね。だってなんで2回も税金払うの。いやっていうね、もう僕はすごいバカですから、うん、なんとなく儲けてる会社がたくさん税金払ったら言うたらね、まあ、我々っていうか俺が別にその国民代表でもないけどちょっとでも税金少なくして儲けてる人が多めに払ってくれてなんか豊かな暮らしみたいなのがちょっとこういいように感じるじゃないですか。企業の所得って最後は実はあのその企業のオーナーのところに行くんだよ、うん、だからそのオーナーのところが実は今の累進課税ってんで払ってるんだよ。おお、じゃあ企業のオーナーはかなり払ってる、払ってる上にまた法人税も取られてるってすごいそういう意味での二重課税ってやつで、この税金ってんのはね原則ってんのはね全部二重に課しちゃいけないって大原則があるわけ。いやでもね、うん、別に俺が別にその共産党の回し物でもないですけど共産党はね二重課税っていうのは絶対認めないの。じゃあ何でですか、うん、それはだから二重に取っていいだろうって自分と違うの人のように思うの。それで共産党はどちらかというと企業のお金っていうのは労働者に行くんだけどそれ以外は実は資本家に行くんだよね、うん、で資本家は反対大反対だから共産党そういうこと言うんだよ。あそういうこと言うっていう、うん、そうそう共産党はだから資本家大反対だっていうの。でもそれは世界ででも普通にみんな法人税下げてるのは、うん、なぜかっていうと、うんうんうん、要するに二重課税やめようっていうので下げてるだけなんだよ。はあ、そうなんですか。そうだよ。だから他の国でみんな下がるじゃない。
はいはいはい、だからそれはなぜかっていうと二重課税してて、お金持ちはあれでね、法人税払った後にさらに所得税で累進税率上がって、それは払いすぎだっていうことでみんな下げてるんだよ。でもそれは共産党はそのね、資本家は敵だっていうまず言うわけ。今います、うん、だから資本家がいなかったらでも社会成り立たないんだけど、ね、そうです、そうです。いや僕も別に僕は共産党に歴史してるわけないけど、ただ先生が昔3年ほど前にその正義の味方の番組で言ってたのは、要は大企業が儲けたその、ね、その税金をもう少し払って、でその言うたら消費税減税に回したりとかすべきだ。でも経団連とかが、まあ、自民党を応援してるしなかなかそうはいきませんみたいな話した覚えてます。覚えてるよ。だからそういう話っていうのと、ちょっと長い目で見た時に法人税を下げていくって矛盾しないんだけどね。だからマイナンバーがものすごくきちんとしたら、実は法人税は世界では多分ゼロに近くなるんだよ。え、そりゃそうだよ。だってみんな、だって企業のと法人税かけなくたって、だって労働者かもしくは資本家のところにお金全部落っこちるんだ最後は。いや、あかん、ちょっと待って、ちゃんとA とか図がなかったら分かれへんわ。だって企業がもらうでしょ、それでまず労働者に行くでしょ、うん、残りがあってこれに法人税かけるんだけど、うんうんうん、このお金ってんのはもし法人税かけなければこのお金はそのまま資本家に行くんだよ。だから本当に言うと資本家の段階で全部税金かければほとんど終わる、うん、ああなるほどね、うん、確かにそう、これが基本なの。だからそれ行くまではちょっと法人税を調整することがあるんだけど、最後はそうなんだよ。だからこれ行き過ぎは多分何年かしたら、みんな個人の段階で税金が補足がきちんとできればマイナンバーでね、はいはい、そしたら多分法人税はゼロに近くなるよっていう。なるほどなるほど、うん、だから私はそういうのを先を思ってるから、その先にねどうやって近づけるかと思って言ってるだけなんで。でもそんな風に考えてる与党の人、野党の人なかなかいないけどね。財務省自体もだから法人税はずっと欲しいから、当面はね、いろんな調整するべきにあるんだよ。ああそっか。そうそう、じゃあ、うん、ちょっとその流れで、うん、令和新選組、はい、ね、令和新選組の、まあ、MMT ね、うん、現代貨幣理論でしょ、うんうん、要はもうお金、国が政府がどんどん吸ったらええねんみたいなこと言うじゃないですか、でそれはそれで一緒に、まあ、何回もその正義に向けた話するの申し訳ないですけど見てる方からするとね、先生もいやだからそのどんどんその国債吸って、どんどんその言うたら補正予算なんかどんどんいろんなものに使ったらいいんですよ、なんかインフレ率が 2% までいける、うん、でも令和新選組はなんかその、まあ、ほぼほぼ無制限にいけるんじゃないかっていう態度とか、うん、その藤井聡先生、京都大学の教授の人、もそういうふうに言ってると、うんうん、で令和新選組もなんか藤井先生のその、まあ、経済の理論というかその MMT 理論の、うんうん、まあ、レクチャーも受けてそういうふうに喋ってますけど、うん、それが高橋洋一先生はどう思ってるのか。これね、一回ね、なんか漫画、ある漫画の本があってね、それはある女子高校生がその MMT なるものを喋るっていう漫画があって、その父親っていうのがその財務省の官僚だったっていう名前で、その父親の名前を見たら私は驚いたんだけど、高橋陽一郎っていう隠られてんだ。それでね、その人は財務省ですごくなんか日陰で存在で、それで娘に託したってそんなような話だったんだけど、そうそう、それでね、そこからそれでまあ結構立派な父親だったから娘がすごく立派になって喋ってるって、そういう映画だったんだけど、だからそれすごくそれ見た時に複雑でね、これ MMT じゃなかったら全然問題ないなと正直と思ったの。それで私が MMT についてなんかいろいろ言うのは、これ学者の中の話なので、学者で私は依存しているところがクルーグマンって、これノーベル賞を取った人ね、あとスティグリッツ、ノーベル賞を取った人、それとあとこれ一番私が依存しているのは、ベン・バーナンキ、はい、これプリンストン大学私行った時の先生なんだよ、うん、だからバーナンキに依存して、それでバーナンキにいろいろ話聞いて、私はそれをそのバーナンキンさんは何言ってるんですか、うん、その平たく言ってください、分かりますか。私と基本的に同じ、私が喋ってるのはクルグマンとかバーナンキを英語じゃなくて英語で喋ってるの、うん、それだから MMT との差が分かりにくいかもしれない。そのバーナーキン一門、ね、うん、
バーナンキンテ陽一さんね、うんうん、話し方するならば、まあ、何を言ってるんですか。だからあの要するにある程度お金は吸わなきゃダメですよってことは言ってる、うんうんうん、でそれでもある程度ってわざと言ってるのはちゃんとね式が何個かあってね、はっきり言うとね6本ぐらいの式で全部それを解いていつも喋ってるんだよ。数式ってことですか。そうそう、だから連立方程式、はいはいはい、連立方程式って分かるよね。6個ぐらいの変数があるときに6個の式があったときに解けるんだよね。まあだったら2つの連立方程式で x y ってそれと2個の式があって解けるでしょ、うん、それで x イコールなんか 2x プラス 3y イコールなんとかなんとか、あと 3x プラス 4y イコールなんとかとか、その式っていうのはつまり、うん、例えば税収がこんだけあってとか、そうそう、今 GDP がこんだけあってとか、うん、そういうのは全部入ってる。だからそういうのが入った上で経済のいろんなのをあの組み合わせて式がある、うんうん、それで大体6個ぐらいあるんだけどね、うん、これをいつも解いて私なんか喋ってる。でその6個の方程式を解いたらある程度、まあ、国っていうところのこの箱の中で、うん、政府は、うん、国債をどん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 ある程度までは吸っていく。この中で1個の大きな要素っていうのはどのくらいあの国債要素があって、こういったと物価がどうなるかとかそういうのも入ってるの、うん、だから私なんかだから国債をこのくらいでやると物価がどうなるかってある程度答えられるのはその式を解いてるから、うんうん、でこれが私とかクルーグマンとかバーナンキはほとんど同じ。それのでもそれも日本とか、まあ、財務省の今のなんかメインの考えで言うと異端じゃないですか。異端だからこれ異端だと言われるとね、もうノーベル賞取った人も異端になっちゃうから。そうですよ、ね、これはまずね、あの要するに世界でどこでも通用するような話だと思う話で、うん、今も自民党の中でそっち側の話人もだんだん増えてきてる、うん、積極財政って言われてるでしょ。そうそう、だから積極財政って言われてる人たちが多くの人はなんか安倍さんともそうだけどね、うん、私今結構依存してるから、私はそのクルグマンとかワーナンキの言ってるその世界正当的な話を噛み砕いて言ってるだけ言ってるね、うん、で一方この令和新選組の、MM うん、言ってるのはもうほぼ無制限に、ああだからそう、ね、やっていいっていうことでしょ。 それはねこの MMT って言うんだけど、はっきり言ってアメリカの中で言うとこんなの MMT 何っていうくらいの話で、知らないみんな、はっきり言うと。あ、知らないって言う。そうなんですか、うん、全然知らないと。極論みたいなもんだ。いや全然メジャーじゃないから、うん、そういう有名どころに聞くとね、名前ぐらい知ってるけどそいつなんだって感じだよ。じゃあもしも仮に、まあ、その令和新選組が、うん、まあまあ政権取ったとか、うん、もしくはその、うん、その、あの、ある都市の与党がその、うん、MMT 現代貨幣理論を、うん、その財政やっていくってやった時に、ね、理論じゃないけどね、うん、だからねお話だけど、うん、それをもし英語で喋ったらブフって笑われておしまいで、なんだこれって、そのくらいの感じだ。まず知らないから、喋ったらなんかそれで、この6つぐらいのうちの1個ぐらいをねなんか適当にやってるっていうのは私も分かるんだけど、もうほとんどのパクリの以上のものはないよ。でも山本先生はそう思ってるし、でも山本太郎さんはほんまにその、いやいや、あの知らないから。俺ね山本太郎さんの時に行った時にこういうことも話したことあるんだよ。分かんないんだよ。要するにだからなんていうのね、視野の違いなんだよね。いや例えば東野さんもさ、クルグマンとかバーナンキって言われたって話したことないから、話したことないから分かんないでしょ。でしょ。でそれと同じなんだよ。だから僕らはその高橋陽一先生とか他のいろんなテレビ出てる人たちとか賢い人たちが言ってるのを、あそうなんだなってをね、うん、まあ、真っすぐ聞かないといけないし、うん、高橋陽一先生のその言うたら、うん、全然日本は借金大国でも何でもない、経済も全然問題ないって言ってるから、それはその正統派理論の、別にクルーグマンもバーナンキも同じようなこと言ってるんだけどね、それを私がちょっと分かりやすく言ってるんだけど、うん、それだけ。だからあの誰かに依拠してはっきり言って喋ってるわけ、アメリカのすごく正当な人の、うん、でそのバーナンキなんてね FRB の議長もしてた人でしょ、うん、でクルーグマンはノーベル賞も取ったし、シティグリッツもノーベル賞取ってるよね。だからまあそういう意味でアメリカの中のトップエリートなんだよ。で私はそういう人たち知り合いだから。じゃあ今の財務省の
上の人たちでそういう三大すごいその経済の知らないよ。だからあのはっきり言うとバーナンキと私が行ってね、もうなんかいい感じで鉢終わっちゃったから知り合いになっちゃったんだけど、でその後ねバーナンキに合わせてくれって財務省からたくさん来るもん。いやだから合わせてあげたらいいじゃないですか。いやだよあんなの。いやバーナンキ。いや合わせてあげたら。いやいやあのはっきり言うとね、あの合わせてあの人にやったこともあるけれど、真面目な人なんだけど適当にあのバーナンキの話をするからさ。いやでもあのなんか黒田さんですとか言ってね、だから黒田さんは会ったことある、会ったことある、結構真面目な人だった。だから私は黒田さんは日銀総裁に結構向いてるというのを思ってた。ちゃんとやっぱり話して、話して、うん、それで他の人はもう全然ダメだからもう推薦もしなかった私。だからそれでそんなこと言ったらさ、そのなんかなんだっけな、あのあのだね、世紀の味方の人がでアメリカ人呼んできたんだけど、そんな誰も知らないよ、うん、はっきり言えば。だから私がね MMT の話ね、もしくは私が MMT を正しいですって言っちゃったらね、うん、私はもしくはこれ日本語で言ってる時は大丈夫だよ、うん、これ誰かが英訳して、英訳してクルーグマンとパーナンキに行ったらね、すぐ電話かかってきて、高橋お前気が狂ったかって言われるよ。そのくらいの話なんだよ。だから私は言わないんだよこれ。じゃあ一方で真逆で、自民党の経済政策で言うと、うん、どうなんですか。だからあの まださ、積極財政の方の人が、うん、まあ、MMT を論拠としても MMT ははっきり言って正統派のパクリだから、うん、言ってることはそれほど違わないから、私はそんなに文句言わないわけ、うん、でも健全財政の方はほとんど話にならないから、だから私は言うんだよ。だからあえてあの MMT をボロクソにはいつも言わないのはね、うん、まあちょっとはねパクリだからまだ許してあげてるんだ、うんうん、でも片っぽのは全く違うから、ね、だから借金がたくさんありますよとか、あれはもう間違いだ、ほとんど間違いで、あんなのもう世界で恥ずかしくて言えないよ。いやもうだってこのまま行ったら、だってもうコロナでたくさんの補正予算使って使って使って、もう借金でどうするんですかってテレビ見たらいろんな人が言ってるじゃないですか。それはだから私安倍さんの時に言ったんだ、正義の味方で言ったでしょ、はい、政府日銀の連合軍って、うんうん、あれ安倍さんの表現なんだよ、うん、と言うと、うん、それで私はその前にちょっとテレビ言いますけど、高橋さんどうぞ言ってくださいちょっと言われたしね、うん、それで政府日銀の連合軍って連合軍って言ったから、もうみんながさ、だから私安倍さんにもちょっと言ったんだけどね、連合軍っていうのはね、まあね間違いじゃないですけど、でも日銀ってやっぱ独立しとかなんてダメだって、だから独立しても子会社としての独立って間違いじゃないですよって言って、でそれでももうマスコミすんごい自由でしょ、だからもうでもバーナンキが言ってたんだからね、日銀って政府の子会社みたいなもんだよって彼が言ってたぐらいなんだよ、全然間違いじゃないんだよ。だからあれ間違いじゃないんだけど、あの、ね、財務省はさ、うん、あの日銀は商法の子会社でないって当たり前のこと言っただけなの、うん、それをマスコミの方が安倍さんの発言を間違ってるっていうふうに報道したんだよ。要するに商法の子会社じゃないって当たり前で、 それはね特別の法の子会社だから商法の子会社じゃないんだよ。そんなのをマスコミ言ってて、あれで安倍さんが違ってるって言ってて、あの安倍さんその時に間で電話かかってきてね、正義の味方で出る前だったけど、はいはい、マスコミってこんなこと言ってるよねって言ってたよ。あ、だから、ね、それ心配することないって、あれ言ったのはあの なんか特別法の子会社じゃないって意味で、日銀でだから日銀はあれ、それ でも、うん、この間本番前喋ってたんですけど、先生財務省通ったじゃないですか、ちょっとだから変わった枠でね、もともと数学科先生、うん、で言うたら経済の方もやって、で通って、うんうん、でも日銀も試験受かってるんですよ。受かってるよ。日銀受かってるんですよ。両方受けたんですって。そうそうだよ。で日銀受け、まあ、正確に言うとね、日銀行けなかったんだけど、それでね、あの、ね、両方受かってるんですよ。10月の4日か5日ぐらいかな。なんかね別のようでね、俺奨学金をもらってたから、うん、あの大手町に行ったんだよ、うん、そしてその時日銀の前でもう日銀のすぐそばだったから、それでちょうどあの入り口にあったから、それでちょこっと行っただけなんだけどね。4日か5日ぐらいに で俺聞いたんですよ、日銀ってあのこれ、ま、その受かったらその国家公務員なんですかって、普通の会社、普通の会社、普通あの普通あの正確に言うとね、あの、まあ、日銀ってね法律上は認可法人って言うんだけど、ちょっと特殊な用語なんだけどね、普通の政府関連会社って意味なの、うん、でもその政府関連会社だから普通の商法という会社と似てるのは似てるの、ただし根拠法規って言って、これ日銀法っていうに基づいて日銀だけしかそれは作れない。でも力関係どうなんですかって聞いたんですよ、財務省と日銀ってこう対対ですかって、全然全然こうなんですよ、財務省で日銀で
でなおかつ日銀の人が財務省の人を見て上がらんようにいろいろ言ったりしてるんでしょ、うん、それだから今度総裁になるかもしれない雨宮っていうのはごく若い時にあのプリンスだからねあいつね、それで日銀のプリンス、日銀のプリンス、それであの大蔵省に気遅れしないように言ってんで、若い時に大蔵省に出向に来てる。おかしないですかこれ。いや出向に来てる。緊張せえよりまず分かってるから行ってるって。行って、それでその時に私とちょうど同じとこにいたんだよ。あどんな人ですか次期プリンス。いや次期プリンスは結構人柄はいいよ。これで女才ないし、うん、あの人柄はいいし、あのでバカではないよ。でもあのでもね最初若い時いて記憶でしない2年間いてて、それで私とちょうど同じとこにいたから。それは日銀で将来これ有望なやつは有望だから、お前ちょっと記憶れんせんように大蔵省財務省にちょっと行ってこいと。そうそう。ねちょっとこんな感じで勉強して、それでね私みたく知り合いを多くしておけって、そういう感じだ。日銀が来ましたみたいな感じなんですか。そうそうそう、うん、それでもねこっちはね日銀が来たの知ってるでしょ、だからねすぐね日銀のね何とかで寄せ交わしてくれってね、宴会する時寮をね使わせろって、でそいつ経由でねで電話させるの日銀のところはなんかその宴会できるスペースがいっぱいあるんですか。結構あのね麻布とかねそういういいとこがあるからね、そこをねって天宮は通れって言ってね取らして我々が行ってどんちゃん騒ぎするんだけど好きですよねノーパンしゃぶしゃぶも好きやし。違う、あれはノーパンしゃぶしゃぶはあれなんだは行ったけど、俺はえ別口なんですよ、接待で行ったんじゃないんだからね。大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶ問題の事件のとは関係なく個人的に行ったんですよ。 それなのにね言われたんだよ、ね、もうひどいよ本当に。だから接待で行ったんじゃないって何回見た。ノーパンしゃぶしゃぶで行かれて、ほんでその悪いことしてという事件があったんですよ昔ね。でもこっちはもう俺は金払ってた監督で行ってるんですよ、ね、その時にねノーパンしゃぶしゃぶ行ったんでリストがあってさ、はい、乗っちゃったんだよ。高橋陽一って乗ったよ。だからみんなが接待で俺は金払って行って何回も言ったのに、ね、そう何回も言ったのに俺はこうなんかカードも大丈夫。俺ねだからマスコミの人言ってね、はい、俺ちゃんと会員カード持ってるんだって見せたんだよ。会員カード持ってるんですよ、ね、だって会員カードって自分で金払わなかったら作れないもん。そうですね、接待で行ったら持ってないじゃん。そうですね、俺それために俺会員カード持ってるんだ。その前に何で一人で行ってんねん。じゃあ一人じゃないよ、あのそれは友達が あの東京に来てこれでなんかビートたけしの番組かなんか言ってこういうのあるんだろうって言うから、連れて行け連れて行けって言われて、それで言われて、そうそう俺も東京のお土産を見ながらノーパンしゃぶしゃぶって言われて、言われてしかしょうです、言われたらしょうがないでしょ。そりゃそうです、それは行きます、それは行きます。俺はね俺悪い非常にねいつも迷惑こむってんだよ。だから俺がいつも本番前聞いてるのこんな話ばっかりですよ。こんなことより高知徳島の一人区とか、俺一人区ってだから鳥取と香川圧勝だね。あ香川、うん、香川は自民圧勝。そうだそうだね、今どうだ出ちゃったね。はい、残り33席ですけど、愛媛もあれじゃないかな、山本純三さんだね、これ当確だね。立憲民主公明維新自由十十並んで、うん、並んでますよ。さあこれ どこがちょっと分からんね。はあ、公明党は参議院議員の作戦はどういう作戦ですか。公明党は14立つから全員当選って流れだけど、これ切ると結構維新との関係がね、あの尻に火がつくよね公明党はね。自公の与党っていうのがあるけれども、うん、れど維新が公明よりもたくさんの議席取ると、そうそう自民からすると別に公明さんじゃなくても別にこっちはいいんですけど、そう、ね、言わないけど言わないけれど、でも維新があのいい案を持ってきたら公明も飲まざるを得なくなるよね、うん、っていうところ、うん、これはだから維新が伸びるっていうと公明党の尻に火がつくっていう意味では私はいつも面白いなと思ってるんだけどね。あ、これ、うん、これはでも分からんね本当に。だからすごい戦いになってる。予想があれちょっと維新が伸びるかもしれないね。だから公明10から14、維新10から15、公明が立憲が13から20。これだから立憲はちょっと多いと思うけどね。でもこの後でもちょっとあれだね、割り食ってでやっぱり自民が伸びてるよね。令和が今1議席取ったでしょ。誰がですか、山本太郎さんですか。誰かね。誰だやろ。教えてください。いやというところで、まあ、うん、N 党はまだ N 党は NHK はまだ、はい、令和、ごめんなさい間違えました、令和が1議席取ってるんですよ。1議席取ってるよ、誰か当確してんだな。当確してますよね。社民党、社民党は福島さんがねゼロか、
ゼロになる代だね。衆議院議員はいないんですか、うん、ほんでもうどう消滅になるよこれ。消滅、あのなんか要件があるんだよ、もうギリギリのところだよこれ。いやそれはまあね、これ特に高橋陽一先生のこれチャンネル見てる人からするともうそんなゼロなれって思ってる人もいるかもしれないけど、まあ、ね、こう一生懸命このおばちゃん、このおばちゃんはおばちゃんなりに頑張って、まあ、あの一概取っても大したことないけどな。そう結局、うん、10人党で10人とか10人仲間集めないと法律通せないでしょ。そうそう、法律出せないんだよ。だからこんな1とか2はね、はっきり言って関係ないんだよ。うん、だからやっぱり10以上じゃないとダメなんだよね。なるほどなるほど、うん、10以上で初めて1人前。 A は天畠さん、これ比例ですか、天畠さん、令和、令和、天畠さんってことね。いや俺ね、新聞だから朝日新聞ですよ。令和の、令和どれ、あ、これ、あ、ありました、天畠さん。特定枠か、特定枠だな、はい、あ、これちょっと特定、別なんだよな、この人な。ほら、こういう時に新聞が大事なんですよ、うん、まあまあ、こういう時はね、はい、特定枠、これだけちょっと別枠にして通るようにして、なんか標語の割り振りがちょっと違ってるような。とりあえず比例で令和って書いたら、そうそうそう、まず優先的にこの人が通るっていうので、うん、天畠さん、大輔さんね、この人ね、この人もだから、でもレアはもう随分比例の票があるんだね、おそらくね。これはだから東京が朝日、さんが今喋ってます、竹谷と生稲さん、いや蓮舫さんがまだ出てないじゃない、生稲、もう共産党の山添さん、やっぱある程度やっぱりその支持団体がちゃんとあったらないと、うん、ないと大変だね。公明党もこだからこれ6人でしょ、だから蓮舫さんが1位当選じゃないっていうのは確実だね、これはね、もう、あれって感じだね、やっぱり。でもなんか蓮舫さんって、まあその好き嫌い別にしてやっぱり目立つというか、それはそうだよね、ね、だから政治家に向いてるよね、向いてますよね、うん、はっきりしてるしね、はっきり、そうそう、確かにはっきりしてますからいいと思いますけど。これはあれだね、でも自民党やっぱりこれ安倍さんだな、こんなもう上乗せになってるよね、うん、やっぱり。そういうふうに感じますか、ね、うん、参議院全体の3分の2、改憲4と確保確実です、うん、いきましたね、比例が17までいってるからすごいね、はい、憲法だから自民、公明、維新、国民民主、それぞれ微妙に違うじゃないですか、うん、違う憲法改正、うん、これはこれからその憲法審議会みたいなところで進めていくんですか、うん、そうそう、憲法審査会っていうのとかやるはずだよね。でそれも結局、うん、全文をとか9条とか、いやいや緊急事態条項とか、あ、全部個別条項別なんだよね。じゃあ我々、まあ、国民初めてですけど、うん、1個だけじゃなくて4つぐらい、ここ変える、ここ変える、それに対して丸×みたいなことやってるんですか。まあ4つはやんないと思うけど、はい、まあ、あの多分、まあ、1個か2個ぐらいなんだけど、丸ペケ、国民投票になればね、それに対して丸ペケ作るって、そういう形になるんじゃないかな、うんうん、っていう、うん、いや1回ぐらい、いやもう個人的な感じでやってみたいです。あのね、なんかね、あのね、ちょっとどうなんやろうっていう、にそうそう、世界の中で憲法改正ってごく普通にやるから、うん、やってないって国日本しかないよ。そうですね、だから普通にやるよ、これは不思議ですよね。だからそれはだからね、 GHQ がね、衆参3分の2って作ったからね、きつめのハードルに、あれはきつすぎるよ。そうですよね、うん、だからあれはもう改正するなっていうのに等しいよ。だって普通なんか、保守革新じゃないですか、なんとなくね、こう与党って保守で、ね、野党ってのは革新やから、なんとなく野党の人の方が今の今の憲法とか今のルールおかしい、変えたいっていうのは分かるんですけど、日本そこねじれてて、革新の、ね、野党の人が憲法を必死で福島さんとかこうずっと護憲、ね、ずっと守って、護憲、ね、いやいやいや、もうあんたもって言いながら、だから自民と与党が一生懸命変えようとするのが、これは世界的におかしいでしょ。おかしいよね。だからあれでしょ、その救助っていうところだけが、うん、あれはちょっと世界の中で非常に変築林な法律なんだけど、それ変築林がいいって言ってるだけなんで。だからその救助では、うん、だから要はその武力みたいな持たないんでしたっけ。そうですよね。だからあれはもうちょっとないんだよね。こじつけのこじつけじゃないですか。うん、だからそれをやっぱり誰が読んでも納得できる文章にしたいっていうことでしょ、うん、その変えたい自民党の人は。まあいくらなんでもねって、あれはね、
だってあれ海外に自衛隊行った時に軍隊じゃないって言われて非常に大変なんだよ。辛いですね、あれは、うん、普通に軍隊でしょって言われるとね、うんうんうん、違うって言って、そしたらなんで来たのって言われるんだよっていうところ、かわいそうね。だからその自衛隊の人たちの立場も考えると、もう少しちゃんとこう憲法にちゃんとこう自分たちの存在を書かないと、書いてあげないとってことでしょ。気の毒だよ。だってさ、あれはっきり言うとさ、行くでしょ、うん、やられるまで待ってろっていうに近いよ。だからよく言われて、何でしたっけ、やっていいことだけって言うでしょ、要は。そうそう。でも海外はそうじゃない、やってはいけないことしか、普通はあとは何やってもいいってこと。国際法っていうのがあってね、普通の国の軍隊は国際法っていうのは、だから市民を殺しちゃいけないとか、あとすごいインフラは攻撃しちゃいけないとか、そういうルールだけなんだ。してはいけないことを明確に言われる。そうそう、それは言われる。でもそれじゃなくて、日本は何をできるっていうから、なんか何ができるって言った時にさ、いろんな時に状況に行った時に想定外がいつもあるでしょ。その時に検討しますんだ、ちょっとちょっとそれないだろっていつも言われる。いざっていう時になった時に検討しますって言ったらアウトでしょ。だからその辺のところをね、だからなんかしちゃいけないっていうのは、そのね、市民を殺しちゃいけないとか、ダム攻撃しちゃいけないって分かるよ。あと原子力発電所攻撃しない、攻撃しない、それは分かるよね。だからそれは分かるから、そこのところだけを守ればいいんだけど、うんうん、なんかした時に、なんかそうです。だからあまりにも、だからそのやれることが限られてる条件で、海外とかに行かざるを得ない立場で、ね、気の毒だ、ちょっと気の毒だなとは思う。ちょっと無理だよ ね、 ちょっとね。日本だってあれだよね、なんか締めない時の攻撃していいですかって聞くようなもんだよ。やられた時に、ここで攻撃して誰が判断するんですかって、そんな感じになるじゃない、うん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 、普通は条件反射的にもうミサイル撃ってこられたらボーンってやるじゃない。でも今回この選挙終わった後、まあ憲法審、ね、審査会みたい な、 なんかその憲法改正に向けてのいろいろ議論が始まって、うん、2年後ぐらいですか、国民投票。早ければまだ分かんない。分かんないね。岸田さんは、いやそこはリーダーシップ。岸田さんはどこまでやるか分かんないね、これはね。でもでも俺なんか分からんけど、結局岸田さん的なトップの人の方が、日本人の人はそんなに文句言わないというか、結局、いや一部言ってますよ、高橋翔先生の界隈の人は文句言ってるけど、なんとなく世の中的に言うと、なんかだからみんなお花畑なんだよな、おそらく。だからなんかさ、お花畑で何も考えないでいたいっていう人なんだよね。でもさ、ちょっと安倍さんに話戻しちゃうけど、安倍さんってさ、はい、世界ではやっぱりさ、すんげー尊敬されてて、みんな分かんなかった。いや、思いました、思いました、本当に。今回、こんだけ本当に尊敬されてんだなって分かったんじゃないの、うんうん、いや、特にだって先生は、だってもう小泉政権の時からずっとだよ。だから この人すごいなと思ってたよ。そう、若い時から、うん、若い時、でもそう2000年ぐらいかな、なんか小泉さん、副長官の時に、はい、普通ね、金融政策って話はね、政治家はね、分かんない、絶対言わないんだよ。だって言ってたんですよ、だから要は財務省の人、官僚の人たちね、財務大臣の人たちみたいなところの、レクチャーって、まあ、会見前にボソボソって言うんでしょ。 そうね、でそれでその言われたことを、まあ、その大臣の方がおしゃべりするんですけど、なんかこう大臣の方もちょっとこう調子乗ってきて、その財務官僚の人がちょっとこうね、偉そうに物言いすると、なんか漢字のルビ振ってないとかいういたずらするんですって。で、年度の漢字言い間違えて、でみんなに笑われるみたいな、そんなことをしたりするでしょ。漢字よくやるけど、ね。だから要は財務官僚の人にあんまり歯向かったらダメってことでしょ。もともとね、財務官僚に歯向かうと大変なのはね、政治家ってね、政治資金の話があってね、はい、これでみんな団体っていうの、政治団体持ってるんだよ。で政治団体と政治家の間の関係の話ってね、財務省が税金でつつこうと思ったらいくらでもつつけるんだよ。あ、じゃあちょっと調子乗ったりとか、そうそう、財務省の人をちょっととか、うん、財務省の意見と違う、言うたら金融政策とか、そういうのを声高に言うとつつかれる。つつかれ、絶対につつかれるね。だから前に金丸信って人がさ、はい、金の延べ棒なんだけど、あれ脱税でボーンってやられたんでしょ、うん、もう完全にアウトだよね。だいたい他のところも結構政治家を黙らせるには、選挙前に税金の話したらみんな黙るよ。それはどう、こそこそって言うんです。いや、だからわざと言うんだよ。私がね、税務署長している時に、これでね、その時のね、税務署長の最後ぐらいの時に選挙ってのあったわけ。選挙があって、選挙があって、はい、それで衆議院選挙があったんで、ね、その時にね、あれだったね、
だからその時にいろいろと情報を財務省も集めるんだけど、あれだよね、各選挙区の政治家の情報って結構集める。え、それ財務省が集めるの？そう、結構それ集めて、集めるっていうか、でもあの多分ね、いろんなね、あれでいろんな状況報告だから、 でも集めてるんだ多分。個人的に立候補する政治家の収支みたいなのはもう、そうそうそう、全部集めてるんだよ。それは別に法律的にアウトじゃない？アウトにはなんないよね、別に全部集めてるだけだから。この中政治家入ってるってだけだから。へー、でそれをどっかのタイミングで週刊誌とかどっかにリーク出すってこと？アウトだよね。いや、あのね、俺あの言った時にその時やってたんでしょ？やってたけど、あのね、まあ報告は俺あんまりしなかったんだけど、あのね、自動的なシステムが一個あってね、はい、要するに税金ちょっと払い忘れると私の名前で督促状が行くんだよ。うん、督促状、うん、払ってませんよ、払ってませんよって。で、こっちはさ、いつ出てんか知らないんだけど、その時に選挙区だから、ある立候補者のところにポーって行ったんだよ、督促状。そしたらね、その人ね、電話すぐかけてきてね、高橋さん今から来ますって。なんで来るかよく分かんなかった電話が。そしたら現金ドーンと持って、これでも許しようって来たよ。で、絶対言わないでくれって意味だよ、おそらく。俺全然言ってなかったんだけど。なるほどね、うん、そのくらいな感じ。要はもう金握ってるっていうことだから、いらんことだ、我々に、まあ、まあ極端に言うと歯向かうようなことするとこんなこともありますよっていうふうに思いますよね、うん、そう。だからこっちは知らないで私の名前で勝手に言ってるって指示するんだよ。で、それはでもさ、もうすっごい現金持ってすぐ来て、いやでも、ね、ドーンって即のそれは下手してると、うん、ちょっとね、あれでしょ、最優的にやったらこの人は払わないって言っちゃう。いや、そうやけど、うん、話戻すと、でも金丸信さんの金の延べ棒はダメでしょ。あれはいけないよ。そうだよ、あれはいけないよ。そうダメだけど、でもそのくらい力があるってことね。それでね、あとね、これもね、財務省からね、東京国税局って知ってるでしょ。知ってます。すごいでしょ。すごいです。そこの丸さって知ってるんでしょ。知ってます。調査査察部、伊丹監督の丸さの丸さの女、あれはあのね、結構財務省協力したんだけど、東京国税局の調査査察部長っていうのは財務省のキャリアなんだよ。それで次大体どこ行くかっていうとね、その後に官房長官の秘書官に行くんだよ。え、あ、そうなんですか。それで官房長官の秘書官に行ってるのに、はいはい、挨拶は簡単でね、はい、前職東京国税局調査査察部長ですって言わなきゃいけない。言うよな。はいはい、います言います。いろんな案件があったら何々と私に申してくださいと。なるほどね。今の調査査察部の人事を私がやりましたとか言うんだよ。へえ。いやだから要はそ怖いですよね。強いよ、怖いよ。野党の人でちょっとこうね、なんか国会とかでこうなんか弁が立ってチヤホヤされてる人ね、なんか嫌なことばっかり言う人がいると、じゃあちょっと調べましょうかってなことでしょ。調べましょうかって言ったらアウトになっちゃうよね、本当ね。だからもう調べてるって段階をリークしただけで、その人選挙落っこちるよね、大体ね。いや、はあ、こういうこと、こういう感じのすごいパワーがあるんだよ。いや、もうそれでも勝てないじゃない。勝てないよ。もう財務党みたいなの作ったらよろしいや。いや、無理だよ。だから安倍さんだってそれで随分脅されたことある。どういうふうに脅されるの？いやだからその地元のこういう案件でって言ってさ、安倍さんはだから結構財務省に抵抗っていうかね、違うこと言うでしょ。いろんな脅されてるよ。で結果だから言うたら、まあ、安倍さんのそのまあ経済政策、だから高橋洋一先生がいろいろこうじゃないですか、ああじゃないですかで、まあ、アドバイス立場だったじゃないですか。で我々僕が聞いてるのはやっぱ消費税減税した方がいいよ、 10% はあかんとか、全部 8% にした方がいい、いやもう 5% やとか言ってて、安倍さんにもそう言うけど結果的にできないよ。できなかったです。あの安倍さんの言ってたよ、もうやるには大変だと。もうその政治勢力っていうかね、政治力をねものすごくつかなきゃいけないからできないよって言ってた。アホなふりしてドーンと反抗をすることできないんですか？できない。そんなことしたらもう収拾つかなくなっちゃう。でそこはもう彼はリアリストだから、もうしょうがないんだよっていう、というふうな、しょうがない、あもうあの、自分は賛成しないんだけど、あの野党の時にあのなんだっけ、民主党が作っちゃった法律でしょ、うん、そう法律あるから、それひっくり返すのは大変なんだよって。そこは私も分かるんだよ、法律一回あるのをひっくり返すのすんげえ寝る気なんだよ。そこはもうじゃあ高橋洋一先生もそこもちょっともうまあそうか、あそこはなかなか厳しいか難しいか。だから消費税のことはそのままにして財政支出の方をドーンって出せば、あなるほど、まあいいやと思って、はいはいはい、私はそう割り切って国債吸って、うん、補正予算をどんどんあと国債は日本銀行を買わして、絶対に財務省があのコロナ増税とか増税ができないように論理的に封じたわけ。
でそれはもうその前後策なんていうかな、あの最善策を考えた時に消費税をひっくり返すよりかは国債の方で国債が増税に容易にならないって説明するとどっちが簡単かって話だった。でそれは論理的にはどっちもできるんだけど政治的な話だよ ね。いやいやでも国民的に言うといやその裏の話分からんから分かりやすく 10% を 5% にしてくれたら、まあ、もうそれでええやんって。だから分かりやすいって話もあるんだけど政治的にそれを実行するのが大変だと。だからそうすると 10% を 5% に下げるのと国債ドボンって吸ってやるのと効果はどうかっていう話だったね。じゃあ思い出したので、もう一個、思い出した。で、安倍さん、お亡くなり、残念ながらなりました。でも安倍さんは、その自民党の中での積極財政派の、まあ、会長、トップだったじゃない。で、緊縮財政の方で、まあ、麻生さんやったじゃないですか。あのね、麻生さんね。ね、うん、で、結局、それ、まあ、まあ、言うたら、真逆じゃないですか。真逆じゃないですか。うん、あのね、そうそう、麻生さんはでもね、あのこのね、国債をたくさん吸って、あの日銀が買うって話は、安倍さんが麻生さんに積極的にしてくれたんだ。すっごく一生懸命、うんうん、それでねこれはね俺ね正義の味方でね、あの政府日銀の連合軍って言ったのは確かね、はいはい、ゴールデンウィークの最後なんだよ、はい、それでそれは実はね4月の時から、はい、4月に安倍さんに言ったんだよ、うん、そして安倍さんがねちょっと待ってくれと麻生さんをちゃんと説得するかと言ってたわけ、うん、それで3週間ぐらい経った後に言ったんだよ。それでそろそろ説得が大丈夫ですかって確認したらうまくいくよと、いきそうだって言ってて、それでちょっとテレビで喋ったわけ。はいはいはい。それでね喋った後の実はね1週間ぐらいしたら、はい、実はこれ麻生さんの記者会見があってね、はい、それでほとんどそういうこと喋って、その後にまた1週間ぐらいしたら、黒田さんと麻生さんのツーショット会見っていうのがあって、そこでゴーだった。いや麻生さんもあのね安倍さんの言うことをねすっごく分かってくれたんで、分かってくれる、うん、でなおかつ、まあ、立場もあるし、そう、言うたら緊縮財政派の人たちも束ねて、うん、最終的に安倍さんとの落としどころもあるからお互いが頭張ってやってるってこと。そうそうそう、やってた。別に仲悪いわけじゃなくて全然悪くない。それだからあの安倍さんから言わせると麻生さんも別に頭固くないんだよねって、ただ親分だからねって言ってて、親分だからねって意味はね、うん、あの要はあの財務省の人を古文に持ってるから、うん、その人たちの意見聞かなきゃダメだからねって、そういうような言い方だって。でも最後は全部私の言った通りにやってくれたんで安倍さんは。じゃあ安倍さんもある程度分かってくれてるし、そうそう、麻生さんもある程度は、うん、言うたらその金融とあのその経済のこととか財政のこととか、うん、言うたら日本は借金もあるけどちゃんと資産もありますよ、うん、問題ないです、それって分かってる、うん、分かってくれたからああいう形ができた。だからその時にすごく言われたのは、まあ、私がテレビかなんかでバーッと先走ってやると動きがすごくなっちゃうから、うんうん、あんまりやんないでっていう話は、だからそれはそれで、でもほらある程度言わなきゃいけないから、でいつ言えのかなと思いながら正義の味方で言ってた。いやそんなん知らんと、これ全然分からへんかった。いや極端に言うと、あ、まあ、現在ね今、自民公明改選過半数確実、この一番上のね37っていうのはね、うん、第一次安倍政権の時でね2007年、はい、私ねこの時に一緒にいたからさ、うん、もう安倍さんもう顔真っ青になって、はい、もうげっそりしてたよね。選挙に強いってイメージが、いやこれ一回最初もすんげえ負けたんだよ。負けたんですよね。その後があの2013年からずっと勝ってんだよ。お、うん、立憲民主も議席減の見通し、あ、もうそれはそうだね、22からだからね、あ、非改選22なんだけど、今度改選いくつだったかなちょっと忘れちゃったけど、うん、あんまり伸びてないよね。あ、憲法改正出口調査必要ある45、これ安倍さんだよ、安倍さんのアイデアがなくなったからだよ。今日だって今日聴聞に行きました。聞きましたよ、あの、富ヶ谷に、ね、行きましたよ、行きました。ここに来る前にね聴聞に行って、あの明日になるとあれだよね、いろんな、まあ、親族とか関係者って言うんだけど、あの自宅でやんないからね、うん、だから大変だったと思って、今日ちょっと、うん、あの中の知ってる人いるから、うん、どうですかって言ったら、ぜひ来ていただいてって行きましたよ。あの安倍さんはだから生前だから面白い話好きだったじゃないですか。大好きだよ。じゃあ僕も言わせてもらいますけど、うん、本番前聞いたんですけど、うん、高橋陽一先生、うん、自分の靴がどこ
ちょっと分からなかった恥ずかしく、いやもう玄関にも同じ靴がいっぱいあって、自分の靴が分からんと困ってたら、みんながどうしたんですかって言って、おっさんみんな集まって、玄関集まって、おっさんもうあのね、親族の方がね、親族の方、うん、もうみんながこう、どれこれですかあれですかって言って、結局分からずに、いろんなところ靴写真撮って奥さんに送信して、奥さんがこれですってっていうことですよね。だから安倍さんもすぐ帰る時にね、だからなんか言ったらね、安らかに当たったけど、うん、ポッと起きてきて何してんのっていうような感じだったけど、うん、まあ、すぐ帰るなって言った感じがしたね。あ、なるほど、もう帰っちゃうのっていうことで、靴分からんように。そうかな、いやそんな気がしたけど ね、 いや私がちょっと間抜けだったんだけど、そしたらあのなんかあの親族の人見て、あの気が動転されてるの分かりますなんて言ってたけど、はっきり言って私が間抜けだった。そうですよ、あのそうです、だからその数学以外は意外と抜けてますから、うん、だからあれだよね、情けなかったら靴着信って写真撮って、あの妻に送って、情けないかなり情けなかったけど、はいはいはい、でもまあ、 あの分かってくれてよかったよ、本当に分かんなかったらもう大変だって、うん、他の靴履いてっちゃったらもっと大変、最悪でしょ。いや最悪ですよ。だからそこでちょっとね、あの何分かいてね、はい、まあ、帰るなって言ってた感じなんだよ。あ、なるほど、それでもう帰っちゃうの、うんうん、っていう意味でちょっと隠しちゃおうみたいな、最後もうボケをかましてしまったなと思って。いやいやいや、よかったじゃないですか。本当にさ、もうちょっとこうみんな悲しんでるから、うん、ちょっとこうなんか結構笑えたかもしれないけど、笑えてたかもしれないけど、いやだって俺だから学生時代の話とか聞いたらやっぱすっげえなと思って、あの知ってます、教室でどんな風にして授業を受けてたか、カーテンぐるぐる巻きにしてたんですよ。中学校の時あの中学校の時カーテンぐるぐる巻きって意味ない、あの、ま、窓際のカーテンあるじゃないですか、あれぐるぐるにして自分だけで関係ない、だから関係ない自分だけの世界でずっと授業受けてないんですよ、自分の好きなもの。いやだって その時中学校だと怒られるじゃない、うん、そういったね、だからしょうがないから、ぐるぐる巻きの一箇所だけぐるカーテンぐるぐる巻きの人がいる、そんな感じで。先生も怒んなかった、だって黙っ、いやだって黙ってるんだ、怒ってない、だから一回読んだらもう分かるんですよ、100点やから。1年間の授業が退屈でしょうがないから、自分の好きなことを先生もやりなさい、君はもうちょっとあれだから好きなことやっていいですよって言って、ぐるぐる巻きにして好きなことをやってて、まあ数学の問題となんか知りませんけど、ほんで高校時代のアルバイトが全国模試受けるのがアルバイトなんですよ。だから塾の宣伝になるから。いや、もしは金儲けになるから、ね、はっきり言うと、はい、あれみんな知らないんだけど、1番とか2番とか3番になると図書券とかなんかくれるんだよ。だからそれで、あと例えば1000円で受けても5000円ぐらいもらえるから、だからもう小遣い足んなくなると、もし受けに行く。これ聞くとね、この圧倒的な天才エピソード聞くと、日本の財政問題ないって言われたら、僕は勝手に計算して、あ、その通りでしたじゃなくて、あ、大丈夫なんですねってこう思っちゃうんですよね。でも模擬試験って本当にね、あれだよ、あのお金稼ぎしか俺は思わなかったよ。だってその時にだからさ、あの一回受けると何千儲かる、そうやって考えたっていう、それはね、あの人間の機微とか分かりませんよ。機微とか関係ない。コロナでみんな大変や言うてるのにさざ波だって言って、それはそうですもんね、うん、やっぱマクロで見たらそうっていうことですから。そうそう、ただ今山本太郎さんが演説のスピーチで言ってたんですけど、うん、消費税廃止しても大丈夫ですって言ってたんですよ。大丈夫、あの演説ね、消費税廃止しますって令和の公約として、うん、廃止で大丈夫ですって言ったけど、やっぱ廃止までは無理です。それは無理だよ。そうか、分かりました。だからね、山本太郎さんの時に言ったのはね、消費税ってなんて社会保障に使うのはいけないから、うん、だから一番簡単なのは消費税っていうのは地方に全部持ってっちゃう。それ地方に持っていくと地方に対する補助金がいらなくなるから、なるほど、その残り全部やるのが一番簡単。ただそれすると、うん、その国の力が弱くなるから、地方に弱くなるから国はやりたくなるでしょ、うん、それでいいじゃないって話だよね。別に今回もコロナでいろいろとなんか交付金出すでしょ、うん、なんだと最初から地方消費税上げちゃう。それぞれの例えば東京や大阪とか広島や和歌山や福井県のその地域で消費税のその上がりの税収を使ったらいいってことでしょ。そうそう、そしたら国にわざわざ頼らなくていい。一回わざわざ国に持っていかなくていい。なんであんなまどろこしいことしてんのかって。あの世界の標準はこれ、私の言ったやつか、やり方、地方のところがそのまま取っちゃえばおしまい。わかりました。だからそういうふうな世界の常識を言ってるだけなんだ私はね、はい。一人区対決22勝で1敗
今のところね。だから野党が1勝してる、うん、だから今のところ22対1だから1人区では、ね、安倍さんのあれで大きいと思うな、うん、っていうところ、うん、これはあれだね。これあの京都は自民と立憲民主維新が、いい、これ面白 い勝負だね。定員2位で、うん、これ面白いよ。これいい勝負だね。福山哲郎さんが、あ、福山さんが、わあ、ちょっとこの人顔と名前と党がちゃんと分かる、少ない立憲民主のスターですから、ね、これ定数2だからね。定数2、3人のうちだからあれだよね。これおもろいよ。維新と立民の争いだね、福山さんと。ちなみに、うん、まあ、こんなことはまあそ申し訳ないけど、奈良、うん、安倍さんお亡くなりになったそこの選挙区だから、つまり安倍さんが行くということは、ね、なかなか自民が危なかったんだ。危なかった、うん、だからこれ後で全部チェックできるけれど、あのさっきの岡山の方で小野さんいたでしょ。あります、はい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 、彼女は、はい、あれなんだよね、行ったんだよね、あの安倍さんが応援に行った、ね、はい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 、この待ってね、岡山小野田、小野田さんね、これね、あの公明党の推薦もらってないから結構危なかった。公明党の推薦もらうもらわれへんって、なんであれなんですか。いや、大体岡山だと10万票ぐらいが公明党員の票だから、それで前は小野田さん、この小野田さんはね、前はね10万票ちょっとで勝ってるから、そこの10万票がいなくなると結構危なくなるんだよ。でそれがだからひょっとしたら相手の方に行くと2倍で効くでしょ。そうすると結構負けちゃう可能性があるんだよね。うん、だから減るだけじゃなくてさ、向こうの方に行っちゃうとね。なるほど、これ注目ですね。公明党の票が何秒流れるかっていうので、うんうんうん、安倍さんもあれで応援に行ってんだよね。でもさっき当確出たでしょ。もうあれ確実にあれだよ、ね、出ましたね。ね、もう一回すみません、奈良に話戻してください、うんうん、奈良は自民は佐藤さん、佐藤さん、維新は中川さん、うん、なんですよ。だからちょっとそこで安倍さんが、行ったね、行ったっていうことだと思うんです。じゃあこれどうなるのかっていうところですね、うん、でもどっちにしても間ね、はい、あのこの立民とかが埋没してるよね、もうね。そうです、うん、これはあれですよ、福山さん落っこちるときついんじゃないの。あ、そうですね、京都、うん、京都面白いな、この戦い。 うわ吉井さんの陣営みんなすっげえ。いや、もうこれ分かんないよね、さ、最後まで、ね、いや、これ面白いですね。当確すぐ出ないよ、これは。やっぱ小1時間じゃ出ないよ、これ、うんうんうん、安倍さんをずっとやって、あの安倍さんな、あれその日確か京都に行く予定あったんだよね。うん、ああ、そうなんですか。そう、京都に行くっていうね。いや、面白いですね、選挙ってやっぱり戦いだからね。戦いですもんね、うん、まあでもね、あの武器使わないからいいよね、こっちの。そうですね、うん、ちゃんと自分たちの主張を言って、そう、あの有権者の人に決めてもらうっていうことですから、うん、私もあれだった、今日あのね、あの弔問に行ったでしょ、うんうんうん、その時にあれだよね、やっぱりその絶やさないで意思をね、あ、なるほど、どうやってついてくれるかって、そんな話をしてたよね。はい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 、あ、岩手は自民がもうほぼ勝利なんかな、これ、はい、でも岩手は結構あれだよ、あの小沢王国でしょ、小沢王国、うんうん、小沢さんもでもあんなこと言っちゃダメだよね。そうですよね、うんうん、あれは立民からあれでしょう、注意受けてたでしょ、はい、あのお叱り受けてました、うん、あ、秋田石井さん、野球選手、うん、近鉄だったっけ。そうです、そうです、うん、近鉄の巨人行った、巨人、うん、あの近鉄巨人、俺の行くジムのサウナでよういました。いました。これはどこ、京都、あれが維新です。維新の、でもまだ分かんないからね。まだ戦い、これ、うん、京都、これおもろいな。あれで国民民主がさ応援してるんだよ、はい、だからさ、うん、あの福山さん大変なんだよ。そうかそうかそうか、で前原さんもいるでしょ、そうか、京都は
あ、さっきだからあの前原さんとか、大阪 の、 あの知事そうそう一緒に並んでたん、ね、一緒に並んでましたもんね。ということは国民主が推してる楠井さんっていうのを推してて、それで福山さんの方は前は国民主で票があったけど、うんうんうん、それが落っこっちゃってそっちに乗るでしょ、まあ、大変なんだよな。群馬強いですね、中曽根さん。あ、そりゃそうだな。あ、そうだな。めちゃくちゃ強い。これもう、あ、なんかいい。でもあれだね、はい、これはどうなるか分からんけどさ、本当に、はい、どうなってほしいとか思ってんの。あ、でも芸人だとお笑い芸人の人が出てるんじゃないの結構。そうです、どうなの。僕だから気になるのは水道橋博士がどうなるのかですよね、うん、だから今令和だからどうするのかな。比例次第じゃないかな、うん、あと生稲晃子さん、生稲さんはね、うん、なんか通りそうだけど、あれもあんま詳しく知らんけど、なんかアンケートがめちゃくちゃなんでしょ、うん、アンケートなんかようわからんことばっかり、なんか答えなかった。答えないとか、うん、答えない答えないっていう話で、あのね、なんか東京だとねアプリがあってね、ほらいろんなあのなんかいろんな項目についてこうやって入れるでしょ、うん、すると何が一番近いですかって、何入れても生稲さんとは一番離れてて、生稲さん何も答えてないからなんだよ。俺あれいろいろ試してみたんだよ。そしたら生稲さん何かなって言ったら、もう答え見たら全部回答しなかったから全ての人と離れてるって、そんなような。それはあれじゃないですか、要は自民党からもう戦略としてボロ出るからいらんこと言うなっていう戦略な。自民党じゃなくて多分周りの人だと思うよ、まあ、あの大体の、うん、これね普通自民党のやつ見てると大体みんな同じだから、ほとんどそこと同じように入れとけばいいんだけど、思うんだけど、答えないって悪いよね。そうですよね、うん、あと中条きよしさん、維新の中条きよしさん なんで出たいのか。いやだからどんな選挙活動してるのか、だからこういうのもやっぱり選挙前とか投票前に見せてほしいんですけど、いつも終わってから実はって言って、多分おばちゃん相手に歌歌ってるとか使われるんですよまあそうだな、からすると、いや俺喋ってよねもっとと思うけど、勝手にディレクターがなんかの嘘を歌ってる中条きよしを使うんですよそうすると嘘を使うわざとね、そうするとね、嘘でしょって言われてるとかなるから、うん、池上さんぐらいがもうそれもう満を持していいからいいですよでもね、いいのかね。あと猪瀬直樹さんのなんかおっぱい触ってる触ってへんとか、もうそれどう あれはね触ってました。触ってない。触ってないですか。いや、あのそれはそれはね、実は本人に聞いたの。あ、本人っていうかね、はい、あの海老沢さんって人に、うん、海老沢さんに聞いたの、うんうんうん、そしたらね、うん、あのね言い間違えたんだよね。ああの、はいはい、要するに海老沢さんのことを、名前を、あ、なるほど、その女性の海老沢さんの、うん、が言い間違えた名前を、うん、言い間違えて、あ、ごめんごめんって言って、あのごめんね、名札のところ見てくれっていうのでやったんだ。あ、そういう風にってこと、うん、に捉えたっていう。そうそう、それはだから、あの本人も言ってたから、それ間違い、全然それは触ってないですよって。だから言い間違ったから名札を刺して、なるほど、そこのところを、ね、見たら おっぱい触ってるとか言われたって言ってたから、ね、全然全然喋ってない、触ってないって言って。いやいや、普通にみんな働いてる我々からすると、そこまで真剣だから、なんとなくタイトルだけ見て、あ、触ったんや、そういえば触った方な感じのおっちゃんやなって勝手に思うから、うん、やっぱそこはね、本人の名誉のためにそこはね、ちゃんと触っていないっていうこと。そうそう、あの触っていないし、あの前後を見るとね、あの結構わかるよ。わかります。やっぱり。あとあれ聞きたい。何？経済、エネルギー問題。うん、これエネルギー問題で言うとどうなんですか。やっぱり皆さん原発問題とか、だから電気だから節電せなあかんとか、うん、その国としてどうなってるんですかって素直な疑問として。我々は国が言うように従って節電生活をしなきゃいけないんですか、うん、ね、そうですよね、うん、なんでこんなことせなあかんねんとか、うん、ほんま思うわ、ね、節電するのは自分がお金払いたくないから節電するんじゃって、うん、そのなんで国に節電せえって言われるの。そうそうそう、それはそうだよな、確かに。でしょ、うん、あのそれよくわかるよ、あのおっしゃる通りで。それはね、だからね、本当におっしゃる通りでね、はいはい、あの今現実に考えるとね、はい、あの政府の方がね、もうね、むちゃくちゃにね、はい、あの原発動かそうって言えばできるんだよ、はっきり言うと。これは過去にも例があって、強引に、強引に、あの、はい、強引に、関電の大井原発っていうのがあった時に、はいはい、これは本当に動かさないって話だったんだけど、おうおうおう、もうその時 の野田佳彦さんって民主党の人が動かせって動かしちゃったんだよ。そういうこともあるんだよ。
はい、だからそうやって野田さんってあの民主党のあの人ですよね。そうそうそう、あの人、変なことばっかりしたけど1個だけいいことやったの。これはいいことなんです。あの安倍さんが野党の時に国会で1対1で解散だ言うて、そうそうそう、あなたは本気であの日本このままじゃ財政破綻すると思ってるんですか。思ってるんだよあの人は。あの人はね、あのね、あの一番最初はね、野田さんって結構普通だったんで、私結構進行だったんで、はいはいはい、財務省からなるたびに全然変わってきて、途中でもう全くもダメになる。それはもう財務省に上手にそのレクチャーを受けて、あそうかってやってどんどん変わっていくってこと。でそれはね、あの財務省も指示出して野田さんは組みしやすいと思ったからね、あのね、そう一番最初に藤井さんってね、民主党の財務大臣がいて、この人大蔵省の人なんだ。してね、野田を染めてあげるって言ったんで、財務省の管理に染めろと、こいつは染めろっていうことは要するに言われて結構その通りになる人なんだよね。それで本当に染まっちゃったんだよ。これが財務大臣、大蔵大臣になったから消費増税になっちゃった。その染め方ってご飯食べたりお酒飲んで世間話から染めるやり方と、うん、まあ基本的にあの人酒飲むから酒飲んでやってたらすぐ染まると思うね。まあそりゃ染まるわ。ああ染まります。ああいや染まりますよ。優しいし上手にこう持ち上げられたら、それで、ね、で喋るでしょ。よ先生とか、そうそう総理大臣とかとか、うん、おいおいとか言ったら財務大臣だって秘書官がつくでしょ。秘書官がつくときにもう結構簡単なんで、あの染めるのはまずね、ここで1対1で染めてもダメなの。それでね、なんか演説の前に、ね、ちょこっと言うの最後ボソッと、ね、そうするとね、それをね演説で言うんだよ、ほとんどの人は。それで外に言っちゃうから、それで自分で染まってっちゃう。あーなるほど、もう自分で言ったってそうで自分の間違ったことを言ってるって言われたくないから、そうそう、それでそのままなんだ。それでね、財務官でもそれ言わした後ね、あもうチェックしとくの、あそこでこういうに言わした。それで、ね、染まったらこう、まあ、赤ペンで線入れるみたいなもんで、あの新助さんがオールスター感謝祭で質問振ったら丸×打つみたいな感じ。そうそうそう、それでね、どこで言わしたっていうかね、ちょっとまたちょっと戻って違うこと言うんだよ。そうするとすぐ言うの、先生あの時こういうふうに言ってますからって言ったらまた戻るんで。じゃあ石破さんもそうですか。基本的に染まったんですか。染まってる。それはね、それをやるのが仕事なんだけどね、あの秘書官なんかの。あのね、俺なんかね、前ね原発みたいなその本読ん でそれはまあまあ要は反原発の考えの人の書いてる、まあ、小説、うん、ほぼ小説のような本場の話が入り乱れてるんですけど、その言うたら、まあ、原発を稼働させたいっていう人らからすると、今回のこういう選挙いるじゃないですか。で優秀な議員とか次の今回落ちたけど、うーん次は受かりそうな優秀な人がいると、その人のところに行って落ち込んでるその人に言って、うんちょっとお願い頼みがあるんですけどって言って、なんか大学教授のちょっと今教授がいないんで探してるんで、先生お願いしますみたいな感じで、あいいですよって言って、まあ勝手に恩ができて、次選挙を受かった時にその原発賛成反対の時に賛成の方にあの一票投じてしまうっていうやり方があるっていう反原発の人の目線から書いた本なんですけど、まあそれはまあ別にそのエネルギー問題の他にもこういうやり方でも当たり前に、うん、だからみんなあれじゃない、あの怒った人の時に誰に面倒見てもらうかっていうのが重要で、はい、その時に 誰のところであの働いてたか、そういうのはやっぱり調べてる方がよくわかるよ。だから言うたら、もう言うたらあの、例えば農業に強い人とかいると、その落選した議員がいると近づいていってちょっと職を斡旋するとか、そうでしょ、うん、ほんで自分たちの政策とか自分たちのやりたい方向の方の意見言ってもらうように当選したらしてもらうってことでしょ、うんうん、そうだよ。でもね、案外ねこの手の話ってね、専門的じゃない人がいいんだけど、茂木さん、茂木さんが出てまあ選挙幹事長だから、これは勝ちだからさ、どうってことないよ、あの余裕だよ、余裕ですか。うん、でもこの人もだからつまり減税もしないと、消費税減税しないと、うん、あの自民党の中ではね結構ね、なんていうかな、政策分かってできる人なんだよ。でしょこの人、できるなんで、できる人だけど、まあ この財務省のところにかかっちゃちょっと無理だね。だから安倍さんが立派だったのはね、あの結構標準すごくね素朴に思うことがあるわけ、はい、だから最初副長官の時にね、みんな官房副長官の時にね、はいはい、みんなこういうふうに言ってんだけど高橋さんどうなのって言うと、私なんかすごく率直に答えるじゃない、あそうっていう、そういう感じの人なんだよ。でその時はまだ信じてない、うんうんうん、これで実はね、小泉政権の時いろいろ言ったんだけど、正直言って本人も言ってたよ、半信半疑だったっつって、
それでね、あい第一やべえ、その半信半疑は何が半信、要するに私の言ってるのも正しいのかよく分からなかったって。小泉政権の時にあの高橋洋一さんが、そうそう、いろんな資産もありますし、いろんな言ってるんだけど、うん、結構半信半疑だって。いや全然違うレクチャーもたくさんあっただよ、うん、だって自分で作ったんでしょ、その言うたらバランスシートはね。私は作ったけど、あの違うふうに説明するやつたくさんいるから、今でもいるでしょ、うんうん、それで、でも安倍政権、それでも安倍政権、第一次安倍政権の時に私引っ張り上げだったんだよね、うん、もう本当に小泉政権辞めようと思ってたから。なんでですか。だってもう役所、もう財務省追われて出てるし、もうこれ以上言ってもしょうがないじゃない。俺就職決まってたんだよ、大学に。大学にあの公募のやつでこう決まってたのあったの1個で、その安倍さんから電話がかかって、まだあれだよ、なんかね、自民党総裁選する前だよ、はい、自分が次やるからって言って、びっくりしたんで、なんでそうなのと思ったくらいだ。え、それは、官房副長官、あ、それで最後は官房長官だよね。官房長官になりましたよね。それで小泉さんが辞めるって決まって、その前に自民党総裁選があるっていうのを決まってたんだけど、うんうん、その時に自分は次やるからって、そういう総理やるから、うん、感じ、はあ、だからちょっと高橋先生、ちょっと高橋さんちょっといてもらうの困るから、うん、ちょっと続けてやってって、続けてやってって言われて、うん、ちょっとびっくりしたよね。さすがに即答できなくて、もう大学もう決まってたから、はあ、大学のあの次の職、それでその時はもう小泉さんが後継指名してたから、ほぼもう確実になっちゃうっていうことだったんだけど、私分かんなかったから、そこまで、うん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 、あれと思って。でもまあ言わないでやって、うん、それだからさ、最初さ安倍政権、第一次安倍政権になった時に、これもね、あ、テレビ朝日にでったらめ報道されたんだよ私。え、要するに第一次安倍政権の時にいろんな閣僚とかね、品定めを私がしてたかのようにテレビで報道されたことあるんだよ。報道ステーションでそうやられたんだよ。あれは嘘だよ、はっきり言うと。俺は言ってない。それはだから高橋陽一っていう人が安倍さんの言うたら、まあ、側近で、そうそう、安倍さんにこの人は丸、この人は×、そうそう、この人は×、うん、この人は丸みたいなことをして、それで何人かあのなんだっけな、アナホテルで、あの全日ホテル、全日ホテルであのやってた時に、私あの安倍さんのすぐ隣に面接面接してというふうに言われたことあるんだよ。やってないよ、それは。そう、やってない、それは絶対やってない。私はそういう政治家のことは絶対やらないことです。政治家のそういう人事とか絶対にしない。そういうのはもう興味がないし、それは違う人がやる話でしょ、やることやから。だから何かのそういう会合で混同されちゃったことあったんだけどね。それだから私最初官邸行った時にもう取材すごいよ、なんだって感じでさ、ブワーって来ちゃってさ、もう でもそういう悪目立ちすると嫌がらせとか、なんか官邸の中はひどかったよ。どんな嫌がらせされるんですか。なんかさ、一回あれじゃない、あのなんだっけな、あの文春だった時に、安倍総理は経済が全然分かんないって高橋参事官なんて書いて出たことあるんだよ、うん、そしたら官邸の中で大騒ぎだよね、うん、なんでこんなこと喋って、喋ってないんだよ本当にと。あ、高橋参事官が安倍さんは経済落ちだよっていう、そうそうそう、喋ったことないんだよ、うん、一回も一回もないけど、ほんまそれから書いたと、うん、それでその前後はね、やっぱりね、社長、私の言ってることも書いてあって、まあ、安倍さんはあの経済の大きな話、マクロ経済のところが主力で、あの何て言うかな、その ミクロの話っていうのは各省大臣に任せるっていうようなタイプですよって、それは喋ったことあるんですよ。なるほど、うん、それをそのまま買ってて、経済がわからんっていうふうに書いて、それで官邸の中で大騒ぎになったことあって、うんうん、みんなが怒られたんだけど、安倍さんは徳島に言ってると私んじゃないよって、俺はそうだよって言ってくれたよ。なるほどね、うん、そこはもうちょっと笑いで返してくれたっていうところね。もうね、本当にひどい話が世の中で、もうだ、俺テレビ信じないな、そういうこと。そうですね、全然取材もなくてデタラメ書くんだよ。まあ、デタラメも言うし、デタラメも書かれるしっていうところですけど、あのエネルギー問題で言うと、うん、これはね、岸田さんがね、もう夕飯振るってないよね。それでね、言い訳としてるのは、はい、原子力規制庁の人事っていうのが、6月いっぱいまで、で新しい人じゃないっていう言い方だ。原子力規制庁っていう人が委員長がね、新しくなったら変えるっていう言い方なんだけど、うん、それはもう7月以降の話だから、もう全部選挙終わってから、うん、変えるっていう話だよ。でそれは原発さらに稼働していく、火力発電もその稼働するっつっても多分1年以上かかるから、間に合わないだろうと、すぐにではできないだろうと、
これは無理だよ、もう今さや、もうなんかもうすぐにはできないよっていうところ。え、先生ちょっと逆にいつも質問というか、どうしたらいいんですか。あ、これ地震多いしで、原発も稼働せなあかんし、じゃあもう火力発電するとなんか CO2 出しすぎやとか、いやでも中国とかアメリカもっと出してんちゃいますのみたいな、様々な問題。一番簡単なやり方っていうのはあれだよね、正義味方でも言ってるけど、まあ、これちょっと遅れ、あのスタート遅れるんだけど、もうとにかくあの安全基準の工事と審査を同時並行的にやる。原発の原発は再稼働に向けての安全基準の検査をやりつつ動かして電気作っていく。そうそう、うん、これはもうちょっとむちゃくちゃだけど、安全基準分かりましたとやります。ただしその間あの原発を動かしますっていうことを政治判断するのが一番簡単で、ね、でも京都大学の鎌田名誉教授が、うん、で番組よく来るじゃないですか、うん、で10年後から20年後、うん、100% 南海トラフ地震が来て、うん、東日本大震災の10倍以上です、うん、でそれ太平洋側にドンって来るじゃないですか、うんうん、でそれが来るって 100% 分かってる時に、なんか太平洋側でそんな原発みたいなのがあんまり、まあほぼ日本海側とかね、東日本にあるから、うん、そんなないと思うんですけど、ただその来たってことで、別に 今来てもあれじゃない、あのはっきり言うと原発動かさないで来てても似たり寄ったりだもん、うん、だって東日本の時も結局津波が原因だってことでしょ。結局結果的にはあれで、動かしても動かしなくてもどっちの大変なんだよ。うん、だからそれだったら動かした方がいいでしょっていうふうに割り切りで、いやそのリスクとして動かさない方が絶対安全だっていうことではなくて、同じなの、あのだって下手があったらやる時は全部終わりだもん。極端に言うと、ね、よく先生がおっしゃってるのは小さい小型原子炉、うん、あれも同時並行的にやるんだよ、研究しながら。あれはすぐはできないからね、はい、10年後とか15年後とか。そうそう、10年以内にはできると思うけど、めっちゃちっちゃい原発作る、でそれ原発して最悪、うん、嬉しい、新潟森行子怒った。いやいやいや、小林さん受かって喜んだりできないですか。森行子怒ったこれは嬉しいな。うわ、立憲民主、この人あれでしょ、要はあのそのあのケツ取るときにこうダイビングする人でしょ。フェス型参加でしょ、国会に。でも森友子が怒ったっていうのはね、うん、私の同僚の原英史さんって人がいてね、はい、森さんにね国会でやられて、はい、嘘だよ、うん、それ嘘のやられたんだけど、それが国会議員って免責特権ってなってね、うん、国会の中で嘘をどんなに誹謗中傷しても罪に問われないんだよ。なるほど、なるほど。だから森友子それ知ってるから国会の中でしか言わないんだよ。だから原さんがちょっと腹が立って、うん、それで国会外のところのツイッターになると国会外になるわけ、はいはいはい、同じこと喋ってくれって絶対喋んないんだよ。へえ、それ分かってる。要するに国会内だったらいくら言っても大丈夫って分かってて言ってるんだ。すごいよこれ。すごいですね。だから絶対に他のところでは言わないの、国会の中でしか言わない。いやいや、僕ら見てる側からすると、なんかその面白いし、まあ面白いって言うか分かりませんけど、言われた本からすると憎たらしいというか。いやだって嘘だよあれ。嘘を言われる。私もだからあれ毎日新聞がでっち上げて、それと毎日と私は結託してると思うけどね、あのそのお互いに嘘を国会で質問させて、それをまた報じてる、そういうパターンだ。あ、そんなんもあるんですか。うん、ネガティブキャンペーンで、あの嘘言わして、そうそう、そればっかりだよ。だからあの根っこのところで毎日新聞が名誉毀損だっていうのを訴えて、それで原さんはあの日審で勝ってるんだけどね、勝ってるんだけど、その嘘を国会内で喋るとこれは免責特権なんだよ。なるほど、議員の権利ってことですか。だから一回国会外のところで森さん一個だけちょっとちょんぼしてね、一、うん、個だけちょっと変なの喋ったから、うん、そこで名誉毀損を今訴えて、それで一審は勝ってるんだよ。で二審は年内に多分出るけど、でも森さん怒ったって喜んでますけど、うん、これ比例でまた復活当選みたいなのは、まあ、これ多分ないんじゃない。チェックしよう、うん、いやいや分かりませんよ、待って、いやいや比例森さん待ってね、持ってきてよかったわ。持ってきて、やっぱ朝日新聞やわ。待ってください、立憲民主はどれやどれや、あれ維新でしょ、日本共産、比例区改選50、あれ立憲民主どこ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってね、ごめん、ちょっと待って、立憲民、あ、森さん、森、ないわ、ないんだ、ないわ、辻元清美さんはさっき受かってましたよ。一応あれだから、はい、あの、なんか、一人区だからね、はい、はい、
だから辻元清美さんも必要悪なんですよ。まあまあ、あ悪というか、いや悪というか必要悪で、ね、言ってしまいましたね。いや悪悪その通り違う違う必要悪。いや違う対自民とか与党に対して あんだけずらずら言う人も必要なんですよ、ね、必要悪ね。本当にでもね、国会内でね、はい、あれで嘘ばっかり言ってね、うん、なんていうかな、すごい議事録も訂正しないのはね、うん、原さんはね、ずっとね、犯罪人扱いで、原さんはどこ、参議院議員ですか、衆議院ですか、原さん、はい、原さんってあれだよ、私のビジネスパートナーだよ、普通の民間人だよ、それで、それは国会で責められてるんだよ。あ、そういうことなんですか。そうそう、それで、ね、それはかわいそうやわ。その時、私も一緒にやられてるんだよ。あのね、先生もいいじゃないですか。いや、違う違う、NHK のね、人気チャンネルあってるから、違う違う、NHK のね、あのね、あのね、ほら NHK 放送するんでしょ、うんうん、その時にね、私の写真がね、何十分かずっと出てるんで、高橋も悪人ってんで出てるんだ。そのね、資料自体がもう内閣がこの資料間違ってますって何回も言ってるんだよ。いやいや、そんなん言わしてもうたら俺勝ってね、先生がさざ波発言して、ほんで新幹、まあ、先生さざ波発言してるわって言って、先生が普段言ってるね、あのね、マスコミのことマスゴミやとかね、あんなこんなん言うからこんなんなりまんねんってこうつぶやいたらめちゃくちゃ言われて、あの、ネトウヨって言われてるんですよ。ネトウヨはね、香港さんなんですよ。俺やないんですよ。まあでも、マスゴミは言いたくなるよね。なんか、もうこんなな、デペで引くってさ。嘘ばっかり書いて。嘘、いや、真面目なこと書いたら私真面目に言うけどさ。なるほど、なるほど。でも、マスゴミの、あれじゃない、ね、さざ波だってさ、ちゃんと下にデータも書いてあるじゃない。なんであんなこと言うんだよ。コロナの感染者数、世界比較してアメリカとか、そうだよ、全部書いてあるじゃん。さまざまな国と比較してグラフがあって、それ見ると日本はさざ波ぐらいの推移してますよ。まあ確かにそうなんですよ。ただでも、そこの一文だけ取られたら、その一人一人の感染して、なんかこう辛い目にあった人からすると、いや、さざ波って怒る気持ちも先生。でも、もういや、俺もともと言うとさ、あれね、はい、私が言ったのに木村盛夫さんが言った話、そうです、俺だからさ、木村盛夫から、バイ木村盛夫って書いとけよかったって話じゃない。俺もバイ木村盛夫って書いとけよかった。書いとけよかった。だって、でもそんな書き格好でさ、あんなの俺が言ってんじゃねえって、俺もう本人思う。いや、俺でもね、まあ、面白いって失礼ですけど、俺の知り合いの人がね、いや、まずね、正義の味方番組っていう番組をやって、一番びっくりしたのが、俺気づいたら俺の周り東大の人ばっかりやなと思って、ほんでなんかもう東大、あ、東大なんだ、 今のマネージャーも、ね、現場の子東大なんですよ、うん、マジですけど、何とも思わなくなってるし、うん、でその知り合いの東大の人が内閣参与で勤めてて、で俺そんな高卒の俺が偏差値の低い学校しか出てないやつが知り合いに内閣参与いてんねやって、内閣参与が変なこと言ってクビなってもうたみたいなで、いや、こんな貴重な経験ないというか、あれはでもさ、後でね、この私のあのね、なんだっけな、番組で菅さんが呼んで話してくれたんだよね、はい、あのクビっていうかね、なんか私もね、腹がちょっとあのね、誰かを、言いたいこといっぱいあるでしょ、誰かを貶めてね、あの自衛隊の周りの土地をね、規制する法っていうのは菅さんが出してたんで、はいはい、それがね、内閣提案だから、うん、実はもうね、審議時間がなくなっちゃって、はい、それでね、高橋が変なこと言ったってんで、高橋を参考人に呼べって言って、それで内閣、その土地を、土地法案を潰そうという風なのが野党にあったの。自衛隊の基地の両脇だから、その正義に向けたでもやったでしょ、やりました。だからどこぞの国の人たちが勝ったりするか、それは安全保障の問題でどうなの、問題でしょ、それはちゃんと法律で規制せなあかんっていう時に、それやらなあかんのに先生のその発言があって、それでなんか参考人で呼べ言うから、いや、もうそれ話違うやん、ここ大事な法律作らなあかんやんってことでしょ。それで俺もさ、分かってて、それであれだよ、なんかね、これおかしいだろうと、うこんなの、そんな法律に俺を呼べなんて、そうか、とにかくもう野党があの審議引き延ばしで、板橋を呼んだら時間切れになるって言ってやってたんだよ。あの時間切れになるのと、もう一個はやっぱそれでテレビ中継したりとかして、自民党の支持が
下がっていくとか、そういうのを期待したってことでしょ。それで最後に私がね、もうやめるからって言ってそれで最後っぺなんだよ。もうだからこれは言って、もうやめるって、こんなもんバカバカしいっつって。でも基本手弁当でしょ。手弁当だよ。だから私はだからなんかお金ももらってないし、普通は車あんだけど車も一回も使ってないんだよ。自民改選55議席を上回りました。現在56。いやこれ56だったね。このままいってあと60いくつになってね、もう最高の対象になっちゃうね。だから結局岸田政権が大勝利っていう風になります。いやこれはね、安倍さんだ。あれそうです。いやそうなんですけど、結果的にそういう風になって、自民党としたら運営が安泰というか。これはでもね、岸田さんもね、後で困るよ。あのね、実はね、今までね、宏池会の人をね優遇しないっていたの。はい。それで宏池会って正義味方でもやってるけど、はいはい、久方ぶりの政権だよ。それでこのね、政治評論家の人はね、もう二十何年間冷や飯を食ってたわけよ、はい、それがようやく宏池会になって。そうするとね、宏池会普通はね、総理になるとこう派閥の会長をね、形式的だよ、辞めるんだよ。ああなるほど。これはね、一応礼儀なんだよ。確かに礼儀。それでね、派閥の会長辞めると何が違いがあるかって、毎週ね定例会ってに行かなくなるんだよ、でも岸田さん辞めないでずっと行ってんだよ、会長もやりつつ。それで定例会行ってる時に何喋ってるかっていうとね、いや宏池会今まで大変だったから、大変だったかって言ってるわけ。これはどういうことかっていうと、次の改造人事、これは8月の中旬にある、もう党人事があるんだよね、その後に次あるよ、もう臨時国会やって8月のなんか予定まで決まったけどね、それはね、そのね、党人事終わった後に内閣改造あんだよ、その時に宏池会を処遇しますっていうサインになってるの。なるほど。で、宏池会からどん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 閣僚入ってくる。入ってくる。でもね、これ安倍さんのおかげだろって言われたらね、結構大変になるよね。いやでも、岸田さんが自分全部自分の実力だってんだったら結構大丈夫なの。でもこれちょっと違うだろう。まあ、そういうような声もあるけど、まああの人は人事だからやると思うよ。やると結構ね、これは違うだろうって後でね、揉めそうだね。ただ今先生の話聞きながら、でも NHK の画面にあって、言うたら出口調査で、岸田さんの政権運営は評価できますかが 75% でした。はい。でもそれ安倍さんって評価ないからね。で、そうなんですよ。そうなんですけど、でもこっちも言うたらね、ポケットにそういうこういう評価ですよっていう武器もあるじゃないですか。それはそれで言わせてるんでしょ、それ。だからだって安倍さんのあれなんだかな、党内票っていうのは出てこないもんね、絶対ね、こういう時がね。1人区32選挙区で、自民現在25勝。こんだけ勝つってんだ、そうだよ。野党1勝。これは、はい、蓮舫さんが取った。蓮舫さん取りました。でも1位じゃないね。それはかさっか言うな。ねえ、蓮舫さんは1位じゃないね。やっぱ違うんですか。だって1位と3位で浮かんのと全然。この人に1位じゃなきゃダメなんですかって言ったじゃん。あ、言いました。それに言ってただけ。2位やったらダメ。2位でいいんじゃないですかって言った。だからいいんじゃないのって言ってね。そうかそうか。朝日さん、ね、これ竹谷さんですか、公明党ね、蓮舫さんで、山添さん、共産、立憲民主党さん、あと2人だね、山本太郎と、まあこれはどっかのちっちゃいところでしょ、数は。山本太郎さんと生稲さんかな。乙武さん、さんちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいね。厳しいです。さあ、元 TBS キャスター杉尾さん、立憲民主党選しました。あ、長野取ったの。はい、取りました。ああ、最後のあれが聞いたんだな、文春法かなんかが。対立候補で。ああ、はい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 。なんか一番最後にサイコペしやがったじゃん。あれ、はいはい、なんか元タレントの人でしょ。そうそうそう。はいはいはい。さあ、会見4と166で3分の2行くんですけど、現在163。もう行くよ。あ、もう行きます。あ、1人区野党2議席目取りました、っていう状況です。あ、で話戻りますけど、高橋陽一さんの考えで言うと、じゃあ冬停電にならないために、節電、ここで国が節電要請しないために、どうやったら。俺ね、ずっと言ってた話としてはね、これ景気対策にもなるんだけど、断熱改修っていうのが一番簡単なんだよ。断熱改修どういうのかっていうと、既存の住宅でちょっとね、熱をと、なんていうかな、効率よくするための改修に補助金出すんだよね、そうするとね、実はエアコンは使わなくて、すごく使用量が減るとかね、電気がすごく少なくなるんだよ。
その断熱回収って壁に何か貼るんですか？そうそうそう、基本的にはそう。自分で業者呼ばんでいいんですか？ああ、だから業者呼んで、あの補助金つけてあげるんで、それでやるんで、これが一番簡単なやり方、世界どこでも結構やってるやり方ね。これをやらないとあれだよね、それで省エネって言うんでしょ、はい、逆に言うとここで断熱回収したら省エネしなくてもそうなっちゃうんだけどね。あの小池さんがおっしゃってた、東京都知事が言ってましたけど、新築の家とかビル作るときになんかあの屋上にとか太陽光しましょう、うん、それは個人が出すんじゃなくてその業者が出しなさいみたいなことをなんか言ってたじゃないですか、ある程度の基準で言うと。でもあれは価格アップになるから、うんうん、あれ東京都はもうちょっとやりたいんだったら補助金出さなきゃダメだよ。東京都って税収的にはすごいすごい楽だよ、黒字なんでしょ、ものすごい黒だから。こんなところはあれだよ、あの前の石原さんはちゃんとバランスシート作って知ってたから。ああ小池さんは分かってないと思うけど、あのもう楽勝なんで、こう東京都は。え、その言ったら国がもうあるじゃないですか、バランスシート、要は借金と資産とかね、うん、そういうのある、うんうん、で東京都もバランスシートがあって、あ石原知事にはもう分かって、石原さんはそれをね早く作って、やっぱりあの人一つ橋でちゃんとこういうの勉強した人だから、はいはいはい、それでね、私なんかよく言われたの、国も早くやれよ早くやれよって言われて、うん、言われてたくらい。あ、東京都が早かったんですか？マジ言うと早く私作ってたんだけど、その時は石原さんをね立てるためにね勉強しますって言ってたけど、一応ね、一応ね、ありますって言えなくて。でもね、あの私総務省行った時に地方自治体がこういうのをやるっていう時にすごく石原さんに助けてもらって、はいはい、というのはね、あのほらいろんな、私総務省の総務大臣補佐官だっていろいろ指示するじゃない、ふるさと納税作ったからしょ、そうそう、それたくさんさ何聞かれても困るじゃない、私も、うん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 、だから石原さんと東京都に聞いてくれって言ったら東京都ウェルカムです。なるほどなるほど、うん、全部だからみんな東京都聞いてたんだよ、バランスシートそうそうそう、それはなんで小池さんはバランスシートの作ってんだけど、あ多分見てないから分かんないよ、多分見てないから、そんなデタラメな見てるかも分かんないじゃないですか。いや見てないよ、見てたら分かんない、あの見てても分かんない人結構いるんだ、あのあのエジプトカイロ大学ですよ。だからアラビア語で書いてあったら分かるけど、日本語じゃ分かんないじゃん。岸田さん出てきました。あります？音。あと音あります。これか？まず音あります。これか？あ、もう言うても9時45分ですね。そうそうそう。あ、そうか。その黙祷から始まるの。そうですね。今日は。そりゃそうだな、そうですよね。皆様ご着席ください。そっか、岸田総裁より当選確実となりました候補者に対する、だからこう花つけるような儀式みたいな今回は控えてる感じですね。だってこれはいくらなんでもあれだよな、これからか、これからか、うん、でももう顔も険しいですね。自民党本部の現在の様子をお伝えしています。うわ、高市さんとか麻生さんもいる。北海道選挙区から参ります。北海道選挙区、長谷川学候補当選確実。長谷川さん、どんな方ですか長谷川さんって。ね、よく知らないけどな、何回か会ったことがよく覚えてない。元総務副大臣、うん、よく覚えてない。あ、これ桜井さん前あれだったじゃない、あの野党にいたじゃない、お医者さんです、医者さんだった、あの人ですか。そうそうそう、桜井さん、お医者さん、うん、桜井さん、お医者さん、石井さん、野球選手、野球選手、党副幹事長の経験あり。副幹事長ってたくさんいるんだよ。あ、そうなんですか。幹事長代理っていうのはあれだけど、議席を獲得した人の顔ぶれを見ていきます。お医者さん、はい、現在の議席の獲得状況をこちらの地図に示しました。赤は自民、水色は立民などとなっています。あ、でも赤が多いですね。多いでしょ、はいはいはい、北海道、東北です。青森は立民の田辺さん、自民の新人らを抑えました。あ、この人が桜井さんって、知ってる人、顔知ってる、うん、前にあれ野党にいて民主党にいたんだ、どういう気持ちなんですか。いやもうあれでも民主党やんなっちゃったんじゃないの。あのたくさん、私知り合いたくさんいるよ。だからあのね、元民主の会とか作ったら面白いんじゃないのっていつも言ってんだよ。その民主党がどの段階で嫌なんですか。その東日本大震災の時に政権与党になってできなくて嫌だったのか、立憲民主と国民民主で分裂して嫌だったのか、いろいろあるだろうけどね。希望の党がとかどうとか、うん、希望の党に行った人ってのは結構あれだよね。その時に別れた人多いよね、うん、やっぱり安全保障でうまく意見がまとまらなくて、前原さんとかいろいろ、ね、そうそうそう、前原さんたちの、ね、現実派と、うんうん、あの共産党に近い人たくさんいるんだよ。うわ、京都まだ決まってない、決まってない、
奈良は佐藤さんですよ。あ、すごいね、やっぱり。あ、すごい。佐藤さん、あと小野田さんもそうだし、安倍さんに言ったとかみんな撮ってるね。あら、広島、宮沢さん。いや、宮沢雄一さんでしょ、はい、あの財務省の時の先輩だよ、私。どういう、だってどういう人ですか。ザ、財務省だよ。ザがつくよ。先生とは話、あの考え方違う。いや、まあ考え方っていうかね、あの宮沢喜一さんのね、老いだからね、もうザ宮沢家だからね、岸田家と兄弟で、岸田さんといとこだよ。岸田家、宮沢家、うん、バリバリ財務省、バリバリ財務省、財務省ばっかり。だから分かんないね、まだね。これまだまだ分かりません、うん、ではこれまでに議席を確保した方々の声です。水道橋博士どうなんねやろ、分かんないね、まだね。あ、佐藤さん、あ、佐藤さんなら、あ、若っ。今回私が訴えてきたことをですね、しっかり前に進めるということをやらせていただきたいと思いますし、また安倍元総理のですね、まあ、全然圧勝な感じですよね、表を見ると、うんうん、今の段階で出ちゃったってことはね、はい、この国のためにしっかりと働いていくということをやっていきます。ありがとうございました。公明、伊藤さん、飛ばされてる。本当に厳しい選挙戦の中で兵庫ね、皆様から、兵庫、自民、維新、公明です。いい調子で分かれちゃって、立民が弾かれたね。うん、それは弾く、うん、そうか、結構あれだよね、ほら革新系が多いはずだけどね。そうですよ、結構兵庫ね、兵庫はね、そう、本当そうなんですよ、うん、僕兵庫地元ですから、僕土井孝子さんとか、うん、小池さん地元ですから、うん、だから普通に今思えば176号線、国道176号線を選挙区走ってましたもん、うん、土井孝子とか小池百合子とか。そうですよね、これは自民が圧勝だね、やっぱりね、うん、立民12、公明10、維新10、うわ、民が野党代とは変わんないから、いや、どうなんですか。多分変わんないと思うけど、でも分かんないね、これはね、こんだけ分からない感じ。いや、ほんで先生、また話戻しましょうよ、うんうん、何、そのエネルギー政策、エネルギー、はい、だからあの断熱回収っていうのをするのが一番結構簡単で景気対策になるから、私はそれお勧めしてるんだけど、はい、なんかね、答えが返ってきたの見たら、新規のものについてやりますって、あ、ちょっと新規じゃ足りないんじゃないの、私は既存の普通の家でやったらよろしいって言ったのに、うん、新規やりますって、あ、びっくりしたな。それは実際その断熱材的なやつ、それ引くことによって何度ぐらい下げれるんですか。いや、極端に言うと節電しなくていいって感じになるよ。節電しなくて、別に普通にやってればそんなに節電するって意識じゃなくても全然大丈夫だよ。例えば、ね、冬であったりとかしても、うん、温度高くなくても大丈夫。大丈夫だ。断熱だからね、うんうん、夏は断熱だから実は冷房も効かせなくて。それ実際に諸外国でそれやってる、よく普通にやってるよ、みんな。やっぱりこれが一番速攻性があるからさ、うん、だって景気対策にあり速攻性があるってコロナで今大変でしょ。あんまり効かないです。だからなんとなく報道しないだけだよ。太陽光発電とかなんとかとか、そのエネルギーでその断熱材を使ってどうたらこうたらみたいなのを、なんか国とか自治体のトップがそういうふうなことを言ってるのって俺あんまり聞かないです。報道しないだけだけどね。あ、そういうのがいい、うん、それで普通に、ね、コロナで非常に大変でしょ、うん、だから景気対策にもなって、かつエネルギーのね、あの節電にも、節エネルギーにもなるから、だから冬に向けて手っ取り早いのはそれ。これ3月から言ってる、3月ぐらいからやれば夏にも間に合うよって。ああ、なるほど。だからこうなった今、冬に向けて今はね、やった方がいい。だからね、2月3月の時補正予算の話あったでしょ、はいはい、これをドコンと入れれば結構いいね、景気対策になるしって言ってた、はいはい、それで選挙前でよろしいでしょうって言ったら、安倍さんなんかいいねって言ってたけどね、なんか。さあ、ちょっと今東京の定員ロックで海老沢さんという維新の人はかなり厳しい状況、やっぱ東京は維新は、うん、そうね、厳しい、で、そうですね、都民ファーストだから、これ国政政党だったんでしょ。そうそう、荒木さん、荒木さんが山本太郎さんと接戦、立憲民主、立民、今のところはね、落ちた乙武さんとかね、はい、っていう状態です、うん、あと2人だな、あと2人、うん、
あー、なるほど、これは君でも生稲さんも伸びるんじゃないの。じゃあ生稲さんとあと山本さんか荒木さんかっていうところ、でも乙武さんもなんとか、うん、あでも立民もあるし、そうそう、分かんないね、これはね、これちょっと最後の、これは2時3時4時まで行きますね、行きますね、最後の最後ぐらいになるかもしれないね、これはね、うんうんうん、あー京都、うん、いいですね、関西の選挙特番盛り上がってるじゃないですか京都この2つで、はい、だから立民の福山さんと維新国民民主の争いだよな、そうそうそう、それで行く、自民負けるってこと、いや自民は勝つんじゃない、自民は勝つよ、自民勝つ、それだから、維新と、福山さんの争いじゃないかな、なるほどなるほど、京都はっていう感じですから、うんだからもうあとはもう少しずつ時間が経てば3分の2、ね、憲法改正4党が3分の2いってっていうところですから、うんうん、でもおしまいですから憲法改正は安倍さんのさ遺言みたいな話だからさ、はいはい、これやんないと言われるんだろうな、いろいろとな、でも基本的に自民党を作る時の最初のあれがもう憲法改正っていうことでしょ、要はそうだよ、決闘の最初の、だよ、だってあれほら結構デタラメに作ったからさ、うんうん、それみんな知ってて、それ最近忘れちゃってんだよね、うん、デタラメに作ったってことね、一番変築りなのがあれだよね、あの憲法改正の要件だよね、うんうん、世界の中で憲法を比較するとあれのないよね、 あんなにひどいのはあれじゃ無理だろっていう感じになるよ、うーん、なるほどね、でもまあそれもちょっとこう議論がこれから進んでいくっていう、あれはやるとねずるいって言われるんだよ、まあでもまあまあ反対する人から見たらね、もちろんそれは言いますし、ずるいってのはいないよな、あれむちゃくちゃにつけたら、維新松井代表参院選終わったら次の代表に引き継ぎ、もうやめるでしょ、あの次のあの大阪市長もやめるし、もう本人やめるって言ってるからね、誰がやるんですか、あれじゃあほら馬場さん、違うんですか、吉村さん、吉村さんもだってもう別に国政に行かないとか言ってない、行かなくたって別にできるじゃん、ああそういうことなんだ、うん、共同代表かもしれないけど分かんないけどね、うん、もう本人やりたくないっつってか、やめるでしょ、こればっかりはね、うん、そうかそうかそうか、だかそういう意味で言うと大盤狂わせ的なことは下馬評通りというか今回は戦前の予想通り、戦前よりだから安倍さんの票だけがちょっと自民に乗っかったって感じかな、乗っかったっていうところ、うん、だからギリギリのところの人は安倍さんのおかげで当選しちゃうんじゃないかな、うん、そうか、そうか、そんな感じか、そう、だからこれから人事が楽しみっていうか楽しみだけど、うん、この宏池会優遇って難しくなるんじゃないかな、うん、私の予想ではね、うん、あの宏池会優遇するとお前誰のおかげかったって言われそうだよね、うん、ということはあの緊縮財政派が多数さらに締めていくっていうことなんですか、緊縮、まあそうそうそう、だからそれについて多分自民党の中で安倍さんがいないとすごく劣勢だけどそれに対する塊もできそうだなって気がするけどね、うん、なるほどね、今日あれで安倍さんのねご実家に行った時にはね、うん、もう反緊縮みたいな人がたくさんいたからさ、へー、ああ反緊縮の会合みたいな、いや会合じゃない、やっぱ弔問に来る人は大体そういう感じだったよそこは別にちょっと考え方が違うか、考えないけど、別に来てもね、でも違うけど私の印象ではね、うん、ちょっとあれだよね、やっぱり出足っていうかそういうのでさ、うん、普通に考えるとさ今日に行かなくたって明日とか明後日って普通にあるもん、うんうんうん、あ普通に なるほどね、うん、今日はだって全然ないんだよ、だから明日はもう朝からもうその安倍さんのニュースと選挙のニュースで大変だね、これ大変だと思います、うん、あともう一個あれですよ、だからやっぱあの先生がおっしゃってた国債発行する時って橋作ったり港作ったり道作ったりとかね、うん、そのコロナとかなんかそういうのはできるけど、うん、教育的な、ね、国債はなかなか無理なんですよね、だからいや今だから安倍さんなんか言ってたのは防衛費でも国債でもいいじゃないかって言ってるわけ で、うんうん、でそれ理屈はあるんだけどね、でも財務省はもう絶対にこれを言わないよね、あと教育国債みたいな話も言わないよね、だから私とか玉木はその財務省の中知ってたから言ってるんだよそれね、はい、うん、玉木さんも国民民主でね、その言うたらもう同じ考えというかあれね覚醒してきたんだよ、最初違ったんだよ民主の時は違ったもん、逆に染めていったんですか、うん、逆に染めてたってやっぱりね自分が生き残るためにいろいろ考えてたんだよね、なるほど、うん、
で、でやっぱりちょっとそういうふうな政治信条になってきたっていうところ政治信条それであの財務省でも昔検討してたっていうのを彼に言ったら、まあ、彼やっぱりすぐ分かるもんね、うん、ここにここに書いてあるだろうって言うとね、うんうんうん、でじゃあ政治家になって自分がトップになって、うん、政党を持つようになって考えたらやっとやっとなんですか考えるようになってさだからでも安倍さんもそうなんだよあの要するに自分で考える人が結構こういうの分かる人が多いんだよ人に言われるのそのまま鵜呑みにする人はダメだからねなるほどねいやだから僕らなんて聞いてる分にはもう全部いろんな先生って言われてる話聞いて大体鵜呑みにしますからねなんか それがいいのか悪いのかちょっと分かりませんけど、まあ、いろいろ全部鵜呑みにしてちょっと自分で考えるようにしてそうなんかそれをこうちょっと自分の意見に少しぐらいはしたいのかなとはちょっと思う感じなんですけど、うん、さなんかそういうの海外の話したりね、うん、例えば消費増税しなかったら国債暴落するっていうの前言ってた人多いでしょ、うんうん、それについて絶対にこうならないと言ってさ、うん、そうするとその後ねあれ高橋さん言ってること正しいですねとか結構言われてこうだん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 考え変わる人もいるよそうですねちょっと先を言ってあげないといつもね逆に染める作戦ですねでも私説得的じゃなくてただ単にちょっと予測するだけだいつも、ね、予測すると当たりますねって言ってっていうところね、うん、いやそれもそう聞くんですけどねまたテレビパッてつけたらそう経済の専門が言ってたことあなるほどとか思ったりもそういうの繰り返しなんですけどねそう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 どうでした今回のこの参議院選挙をテレビで見るっていうのは楽しかったですか、だからまあ、自民党はちょっと勝つだろうなってちょっと必要以上に勝っちゃうのは本当にいいことかなって正直と思ってたけどねやっぱり実力を過信するからねうん、いや自分の何でもそうだけど勝つとね自分の実力だと思うんだよ調子乗るというか横柄になるというか、うん、でもねじれるよりはスピーディーに物事が運ぶから分かんないよ、うん、これはだから調子に乗ると良くないよと思うよこれは増税だこれはあ増税ってことそうそう調子に乗ると増税だからね高知会が多くなって増税になるこれが増税って話になるもん今あのデフレ脱却とか言うじゃないですか今はデフレなんですかでもあのデフレじゃなりつつありつなり ないような状態になりつつあるけどそれはあの言うたらたくさんお金ばらまいたり、まあ、言葉あるけどそのばらまいたりとかそのお金どん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 吸っていったことによってそうだよある程度そういうふうにしてきたから円安なんかはそういう傾向なんだよねだから悪い話じゃないんだけどただこれで調子に乗ると増税になってまたあの安倍さんの時に一番の失敗っていうのは政権取った後ね1年後にやっちゃったでしょ私は絶対やめろって言ったんだけどねこれでもしょうがないんだってさっきのねロジックでも政治的に大変なんだって言ってやっちゃった、はいはいはい、あれでギョーンと怒ったいやでも怒ったんだけど他ので盛り返したんだよ税収ってだからこの間新聞もありましたけど税収どんどん上がってきてるじゃないですか今上がってるよ上がってるでしょ上がってるけどあんな話なんかしないでもっと大変だってあの言うんだったらコロナ増税で 100兆円もあの出しましたからそれに対するお年前つけてくださいとかねそういう言い方なんでそうなんか不景気とかなんかその税収が足りひんとか増税やって言うけど朝日新聞の隅のちっちゃい奥の方でなんか税収ねあの過去最高2年連続過去最高みたいなのからいやこれ全然景気いやいいんだけど、でもあのだから100兆円安倍菅で出したでしょと、100兆円を別特別会計にしてね、経理してね、この落とし前つけてくれって多分言ってくるよ。でその時に普通の人分かんないけど、特別会計できちんと整理するっていいことじゃないかと思っちゃうじゃない。その後に増税が待ってるよ。これあの復興増税やった時の同じテクニックなんだ。特別会計って話が出てきたら危ないんで。特別会計危ないですか？危ないよ。で復興増税ってね、先生前おっしゃってましたけど、その復興増税復興するのに増税するって何たることだって世界でこんなの例がないよ例がないんだけど財務省が平気でやったし民主党時代にやったでしょ、うん、だからそれをまた夢をもう一度安倍さんいなくなったからもう一回できると思ってるよ最悪ですけど最悪、ね、一応あればこれから一応勉強はい、はい、どうもどうもいえ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 、ま、お疲れさんでした、高橋陽一さんの部屋ということで、特別にですね都内某所高橋陽一さんの指定からお送りしましたけどこういう趣味なんですねいやすごいなスタッフの人もねいや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 いいじゃないですかまたよろしかったらまた来てくださいはいわかりましたありがとうございますはいそれじゃあどうもお疲れ様でした、はい、それではお時間来ました、はい、また次回お会いしましょう、はい、さようならさようならどうも。